いきます。はい、皆さんこんばんは。ということで、キコネさんです。よ、鶴見東大阪店10過ぎ配信、今週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、音入ってる？大丈夫？本当にテイク2かよ。元に戻ったね。大丈夫ですかね。はい、ということで、今週はキコネ鶴見店の、木村さん、バロン木村さんと、キコネ大東店の松原さんがですね、はい、新花の刑事、でデナモバトルをしてですね、はい、負けた方がチョコマンをすると。違う違う、チョコマンを呼んでくるというね、はい、いう戦いが急遽勃発してですね、はいはい、なんと、大東店の松原さんが、はい、なんと、2万5000発オーバー。何してるんですか、ということで、はいはいはい、ちょっと見ますかね、大東店松原記録2万5214発初当たり5回最高15連ということで、おいおい、時間切れでね、はい、一応この記録になったんですが、一応最後まで打ち切ったんですよ、はい、私が延長させていただいて、はい、その、で参考時間外参考記録ということで21年3万4000発というね、素晴らしい記録になったんですけれども、はいはいはい、これを、今日は、大東店の木村さん、バロン木村さんが、超えないと、はい、チョコマンを呼びに行かされてしまうと、バロン木村が超えないと、はい、ほうほう、バロン木村さんちょっと手を挙げていただいてよろしいですか。はい、はい、あ、バロン木村さんね、はい、ということで、そのバロン木村さんに本日は、チョコマンを、呼びに行かないように頑張ってね、刑事、はい、番も出していただくという形になっておりますので、はい、よろしいですかね。はい、はい、なんであの大東のまっちゃんさんは3対1の勝負をしたかったんですかね。いや、何なんですかね、ちょっと、はい、ド M なんじゃないですかね、松原さん。そうですね、やっぱりね、はい、よくわかんないですけどもね、もっとしっかり得点してくれればね、ね、あれなんですけど、はい、はい、っていう形ですけどもね、うん、なんかね、一応松原さん勝負はするのは全然いいけど受けて立つけど、はい、もしこっちが勝ったらこっちの罰ゲームもやってねということで、はい、アイスバケツチャレンジね、火曜日、もうちょっと古いネタなんですけど、はいはいはい、アイスバケツチャレンジって言って、頭からね、氷水かぶるってやつあるじゃないですか、はい、あれをね、何回かやったんですよ。店長がやったり、もう俺もやったんですけど、はい、それをね、バロン木村さんにぜひふんどし一丁で やらせて、はい、なおかつチョコマンをやらせたいというね。あ、なるほどですね、はい、いう形になってますんで。あ、わかりました、はい、負けた方はね、残念ながらチョコマンを呼びに行くという恐怖の罰ゲームありますんで、はい、頑張っていただければと思いますんで、はい、はい、はい、よろしいですかね。はい、はい、真ん中のバロン木村さん、多分端っこの両端のバロン木村さんはね、大体皆さん、あ、バロン木村さん、何バロン木村さんなのかなって分かってると思うんですけど、真ん中のバロン木村さん、本当に多分誰も気づいてもらえない感じな気がするんですけど、どうしますか。お久しぶりな感じですか。はい、そうですね、バロン木村さん4回目、まあ、お綺麗なバロン木村さんですよね。あのね、はい、ヒントはね、背中がエロいエロいって言われてたバロン木村さんなんですけど、はい、お綺麗なバロン木村さん、皆さん東大阪店のバロン木村さんということで、足が綺麗なね、はいはい、足が綺麗なバロン木村さんですね。はい、はい、お美しい、はい、いいですかね、はい、バロン和子木村、そうそうそう、そう、はい、という形になってますんでね、ぜひこれだけじゃ本当多分分かんないと思いますけどもね、はい、なってますんで、じゃあ、ぜひね、その辺を、考慮していただいて、バロン木村さん本日は頑張って、2万5000発オーバーね、目指していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、時間もないんでとっとと行きたいんですが、はい、お店の方から告知なんかありますか。いや、特にないです。打ちましょう早い。東大阪もないの。はい、ないです、はい、ないということでね、分かりました。じゃあお席の方にお願いいたします。はいはいはい、和子や和子やって、和子花貸してとか言われてますけどね、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ行きましょう、はい、お願いします。これ何なんですか。あれ、なんか、あれ、いや、素晴らしい月見酒モード、時短のやつが1台あるんです。何なんですか。いや、すごい。え、当たってる。いや、だから、さっきやっといたんですもう勝つためには手段を選ばないと、まさにこのこと、はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いいたします。はい、あ、どう、まあ言ってね、3人がかりで勝ってればいいんでしょ。まあ3人がかりというか、1人、バロン木村さんなんで、全員がね、バロン木村さんなんで、はい、はい、3匹でね、はい、本日は。ってなるとだいぶ勝率高くなってますけど、大丈夫ですかね。本当ですか。はい、インチキダメよって、ね、はい、不正って言われますけどね。3人合算ですからね、はい、でも勝てませんって言われますけどね、はい、どうですかね。じゃあ行きましょうか。はい、それではじゃあ行きたいと思います、はい、こちらね、カメラね、まずはね、お顔いただいてもよろしいですか。こちらのカメラね、あ、和子さん、あ、いや、バロン木村さんね、こちらお願いしますよ。はい、はい、行きますよ。キコネチャンネル、水曜鶴見東大阪で10過ぎる配信、本日は、大東松原 VS、鶴見木村、新花の刑事出玉バトル、後半戦鶴見木村、2万5000発オーバー目指して頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。スタートよろしくお願いいたします。お願いします。
っぱあの3人いるとやっぱ心強いですよね、はい、確かにね。じゃあ足綺麗なバロンさんはあの右打ちね、はいはい、右打ちね、はい、はい、足綺麗なバロンさんいきなりもうあと大チャンスですかねこれね、はい、あのこの間に引き戻せばそうです ね ST 確定ですから、はい、あちょっと音量でかいんですかね。ちょっと音でかい、はい、大丈夫ですかね。これマズラさん、はい、これね、はい、脱いでいいですか。そうですね、ちょっと若干頭がかぶって邪魔なんで全員取っていただいてよろしいですか。そうですね、はいはい、ということでね、はい、まあ取りましたけどテロップではバロン木村ってなってるんですよね。そうですね、はい、はい、全員バロン木村、バロン木村、バロン木村ってなってますね。あ、じゃあ問題ないですね、はい、はい、真ん中のバロン木村さん若干前側に頭を寄せていただく感じで、そうですね、それぐらいで、はい、はい、大丈夫ですね、はい、そんな感じでねお送りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。わー、はい、ということでね、いやテロップもね綺麗にバロン木村、バロン木村、バロン木村というふうにね、はい、バロン木村さんが3人揃ってるとねいう状況になってますんで、三重視ですね。そうですね、はい、バロン木村さんね得意の分身の術で、そうですね、本日は、大東のまっちゃんをね倒すべく、はい、精鋭を入れてきたという感じですかね。そうですね、はい、なってますんで、まあ、これでね、大東のねまっちゃんの、まあ、まあまあなかなかの好記録ですけども、はい、いけるんじゃないかなという感じですかね。でもそんな2万5000発がペロッと出るもんなんですか。いや全然ペロッとはではないんですけど、結構ねびっくりしましたけどね、これ壊れてんじゃないのとか言われてましたが、はいはい、びっくりしましたね。あれあの技は使ったんですか。あの技、あの一子相伝のあの、あ、手入れ使わずに、いや、またいや、本当ですよ、本当ですよ、また本当ですよ、手入れ使ってませんし、いや手入れせずに2万5000発ですか。じゃあ手入れせずに2万5000発ですよ。じゃあ僕らはしますか。そうですねあ、バロン木村さんは手入れ使う、はいはいはい、おっと、真ん中のバロン木村さんちょっとチャンスですよ。テンパってますが、あさりはですね、はいはい、まあここからですからね、はい、だって3人のうち誰かが勝てばいいっていう、そうですね、はい、はい、なってますんで、じゃあね、本日もたくさんコメントいただいてコラーってね言われてますけどね、はいはいはい、コメント読んでいきたいと思います。負け戦配信とかね言われてますけどね、さあ楽しい時間の始まりです、ね、こんばんは、木村チョコマン感謝祭来週の予定ですかということで、罰ゲームはね一応ね来週、本日決定して来週ねやらせていただく予定になってますんで、はい、ご期待いただければと思いますね、はい、松田さんこんばんは、配信中に当たればいいがってね言われてますけどね、どうしようね。木村さんのアイスバケツチャレンジ会場はこちらでしょうかということで、まだ決まってないですからね。そうですね、木村お葬式だな今日って言われますがどうでしょうかね。さあキムキム覚悟はいいかな、こんばんは、今日はキムキムの負けが決定のようなものですねってね言われてますけどね、まあ、勝つための手段なら何でもやりますんで、何でもやりますんでね、はい、はい、なっておりますんでね、2万5000発機構だっけってことはそうですね、さよなら木村配信バロンスターとかね、うわ木村は約束したけどバロンは約束してないとか言うつもりかとかね、そういう手もありますけどもね。まあそうですね、いろんな立ち回りはできますよね、はい、できますからね、はい、はい、なんとでもなるという感じになっております。はい、まっちゃん見てるね、バロン久しぶりだねってねやってますけどね、マリコファン感謝祭って聞いてありがとうございます。おかんやそれ、はい、木村負けちゃうんで、おかん関係あらへん、はい、松浦さんラリー猫登場ってね、はい、やってますけどね、はい、音が悪くてちょっとテイク2させていただきました、大変申し訳ございませんでした、はい、どれがバロンだよってねやってますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。乗っていただいて一番右が木村かなとかね言われてますけどね、猫いっぱいだね、相変わらず気持ち悪いとかね言われてますけどね、バロンがいっぱい、猫まっしぐらって、マイマイにやらせるなよって言われますけどね、はい、マイマイじゃないですかね、バロン木村さんですからね、はい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。本当にテイク2かよって、ね、言われてますけどね、今日は化け猫配信ですかってことで、バロン木村、今日まさにバロン木村感謝祭という、ね、感じになってますんでね。そうですね、はい、はい、皆さんの応援のおかげで、そうですね、見事復活を解きましたね、はい、木村を当てようのコーナーですかって言われてますけどね、いやこれもう全く見分けつかないんでね、誰が木村さんなのかね全然わかんないですけど、おっと赤来たよ、時短中の赤は結構、おー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 、超激アツ、ね、時短中のキセル、さすがバロン木村、カンカン、このまま行っちゃうのか向こう側、ね、バロン最高、いやバロンさんさすが、バロン最高、やっぱバロン違うわ、バロンさん持ってますね、おーって言われてますけども念仏を唱える暇だけ与えたろうと、はい、まっちゃんに向けて左上バロン熱いバロンバロン全部バロンいいよいいよ、いやいいですね、これは行ったんじゃない、時短中今当たってそのまま連チャンすればいけますからね。そうですね、はい、マリコさんあなたの息子が3人に増えましたって言われますよね3つもらったんですよね、はい、そうですね、まっちゃん終わったなとかに言われてどうでしょうか、はい、東大阪のバロン木村さん若干頭がかぶってるんで若干、あ、そうですね、それぐらいで、あ、そこまでいかなくても大丈夫です、ね、あ、ちょっと弱い、青マジか、いやでもキセルやね、
来てる来て。おねうわあ。マジかー。うわあ。マジで？復活ないの？うーわー。うわあ。あちゃあ。やべえ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 。時短中の来てる来てる外し。もうあと50回切ってますよ。うわーって天罰ですね、わかりますいやでも50回はありますからね。惜しかったね、ザマーって。まあバロンだしな、はい、うわーってね。あーなんとでも言うがいいですよ。あちゃー、ザマーってなってますけどね。インチキしても当たらない、わらわらわらって。何やってんだよバロン前前に次ぐ着せる外れて、ザマー見ろって。バロンって名前を載せてるのが悪い。バロンだもんねって天罰ってなってますけどねいやー、何を言ったという。あー鶴見のバロン木村さん赤字一応出てますけどね。出てますよ ね、 どうですかね、赤襖ですが。いやでもやはりね、キセル出ないと当たらないですよね。そうですね、今回かなりキセルがね、はい、強い感じですけどもね、はい。まあ、先ほどあのそのキセルが出て外れるという地獄をありましたけどね、はい、どうでしょうか。あーさすがバロンってね言われても、バロンには期待してないってね言ってますけどね。あでもこのまま発展すればフーマリーチに行くんですよね、はい、そうですね。先生どうぞ男らしくちゃんと言われ、台もよく分かってるねって言われてますけどね。どうでしょうね。まあ男らしくって言ってもね、はい、バロンはあれですからね、性別不明ですからね。まあまあ男か女か分かんないね、はいはい、そもそも人間ですらないっていうね。そうですそうですそうです、はい、形ですからね、はい。まあね、最初のね、曜日対抗新花の刑事出玉バトルに関してはね、鶴見店、東大阪でねちゃんとねルールにのっとって正々堂々、はい、やってね、はい、甘んじてね4位というね、成績になったわけですけれども、まあ、そうですね、はい。まあ、我々のターゲットはまっちゃん一人ですので。そうですね、はいはい。まあ、それに全店を巻き込むわけにはいかないと。そうですね、はいはい。まあ、今回はね東大阪らしく自由にやらせてもらうという、ね、感じかもしれないですけども、はい。あ右打ちのバロンただ打ちできてよかったねとかね、今日はライムモードだなってなってますよね。汚い奴らにお仕置きだべ、さすがバロンって、ね、言われてますね、さあ時短抜けてしまうのか。抜けちゃいましたね。ない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 、時短終わるって。昨日の放送でもルール特にないって言ってたしな、やったもん勝ちだよなってことで。そうなんですよね、くそなんてことだ、はい、終わっちゃいましたね。はい、じゃあはい、こっちのバロン手入れ発表します。おっと早い早っ開始15分はい、手入れ発動。画面の方は大丈夫ですか、映ってますか、はい、ちゃんと。綺麗に、いつもより綺麗に映っております。あ、マジか、大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、まあ我々なんとも思ってないんでね、こういう行為に対して、ね、はい。いやもう勝つためには手段を選ばないとはまさにこのことですけどね、はいはい、バロンがラストでいろいろ咲いて徹底してますね。どこまでも汚い、いきなりですか。はいはいはい、はい、意地でも勝ちたいのか。テレビの前、あ、テレビじゃないですね、はい、モニターの前の皆様、はい、もっと当てるために汚い手とかあったら教えていただければ、ね、そうですね、全部やっていきますので提案していただいて、はいはい、勝つためにはね本当に何でもやるっていうね、今日はシステムになってますので。はい、何でもやりますよ、はいはい、もっとこうすればいいんじゃねえのっていうのがねあれば教えていただければ。そうですね、ガラス外せって言われてますねガラスを外してで枠閉めて、はい、やったらいいんじゃないかって。ちょっと見づらいですか。いや、画面は綺麗に見えてますけど、あ、そうなんですか、はい、はい、もうこれでいい、大丈夫、これで大丈夫ですよ。大丈夫ですかね、はい、店長ボタンしかないだろ、店長ボタン。エンデックも使い、画面を撫でる、あれはね、画面撫でる、あれはね、はい、迷わず押してるんですけどね、今の状況、ね、押してるんだったら本当に押しますよね、はい、この状況だったらね。できないんで手で入れてるんですね、はい、もどかしい、はい、ひどい、堂々とやるのが最低やなって、ね、扉が邪魔だろうとかね。最高の褒め言葉ですね、はい、そうですね、手入れで V 入賞そうですよね、 V ね、入れたいんですけど無理やったんですよね。 V は入んない、はい、入んないですね、手入れですら入らないです、ね、なるほど、電柱に手入れね、いっそのこと壊せって壊しちゃダメだからね、台高いんでね、お店の、そう、お店の台なんでね、はい、言われてますけどね。まあでも壊してまっちゃんがやるんだったら辞さないですけどね。そうですね、はい、強制 V 入賞ですね。画面をなめろ、まっちゃん見てるのって言われてますが、まっちゃん今日はね、はい、見てコメント入れていただけるということだったんですが、あ、そうなんですかね、いるということですよ。いらっしゃればね、ぜひ、はい、教えていただければと思いますけどね。もしね見てなかったとしてもね、はい、うちが勝てば生放送中に生電話しますので。ああ、なんと、はい、強制的に召喚するわけですか。もう叩き起こしますので。なるほど、はい、負けた場合は無視します。なるほど、はい、当たりを見せるためじゃなくて勝ちにこだわる手入れとかをバンバンやってほしいという方も、ね、いらっしゃいますからね。ですよね、やっぱり、はい、ありがとうございます。この感じ好きだわ、ね、はい、これは寝ろということですか。デモを出せとね、汚いわってね、木村卑怯やな、どころいね、やりますけどね。もっと悪口ないですか、大丈夫ですか。いや、いっぱい悪口だらけですけどもね。 ありがとうございます、はい、松原さん、昨日の結果を教えてということで、昨日のね結果一応こうなっております、大都市の松原さんが、25,214 発、これね一応2時間きっかり打った、段階ので、
出玉を、この表記させていただいてるんですけども、初当たり5回最高15連なんですが、その後ね、時間切れまで、時間切れというか終わるまで、ね、延長して打ったんですけども、はいはい、その場合で言うと21連3万4000発オーバーというね、素晴らしい記録になったんですけれども、どうだったんですかね。あーと、お、お、怒られてますよ。歌舞伎打ちしてんの誰？な、僕ではないですね。私でもないですよ。はい、なぜなら僕は打ってすらないです入れてるだけ、入れてるだけだからね、はい、はい、歌舞伎打ちの、ね、声もしてますけどね、どうでしょうかね、意地でも勝ちたいのかって、ね、言いますよね、はい、今日はもう完全にね、勝ちたいという感じですよね。はい、何でもしますよ、はい、形になってますんでね、まあ水曜日のね、配信ですね、こんな雰囲気の中でね、やらせていただければと思いますけどもね、はい、はい、どうでしょうかね。まあでもそろそろ他のバロンさんも当ててもらわないと。そうですね、増やす意味ないですから ね、はい、頑張ってください、もっと使命感を持って、はい、まっちゃん、私たちはあなたの味方ですとかね、言う方いらっしゃいますよね。勝つまで延長かとかね、言われてますけどね、どうなんでしょうかね、従業員全部呼んで当てるしかないとかね、言われてますよね、はい、連中に手入れはできないということで、それはできないんですね。そうなんですよね、はい、まあ、やってもね、保留増えへんかったんですよ、はい、そうなんですよね。なるほど、扉が開いてまして、アラームは鳴らないのってことで、今は最初は鳴るけど、今はもう鳴ってないということで、はい、もう諦めました ね、はい、台の方も諦めてるとかね、はい、木村の 手入れの前にね、はい、アナウンスも諦めました。そうですね、はい、はい、なっておりますね。2万5000発も出たのってね、まっちゃんすげえなってことで、そうなんですよね、出たんですよね、2時6分までねってことでね、やってますけどもね、この松浦が打ったせいで、マイマイが迎えに来てもらったんだよねってことで、ん、松浦が打ったあのせいで、マイマイのお迎えが遅くなったという形でね、昨日ね、車で迎えに行ったんですが、早く来てくださいよってね、なんかブーブー言ってましたけどね、マイマイがね。まあでもそれもこれもまっちゃんが当て続けちゃうせいですからね。そう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 、まっちゃんが悪いということでね、まあ、我々は2時きっかりに終わりますので。そうですね、どんだけ連チャン続いてても2時きっかりに終わりますので潔いな。ラムクリを見せるとかね、先週はね、やりましたけどね。手で入れてね、はい、手で入れて連チャンさせてラムクリして2時きっかりに終わりますね。かっこいい。ラムクリをお見せするっていう、ね、いや、やっぱりかぶいてます ね。謎の配信もありましたけどね。松浦、昨日頑張ったから無理するのありがとうございます。連中手入れしようってね。あれ、3台なんですかってことで、いや、3台というか、まあ、1人というかね、3人というか。はい、とりあえず、まあ、1人1台です。はい、全員バロン木村さんという形になってますんでね、はい、はい、何ら問題ないという形になっておりますね。そうですね。右打ちを行った時でも手で入れてオーバー入賞すれば出玉増えるでってことで、ああ、なるほどね。まあ、出玉は特に問題ないですからね。そうですね、はい、画面表示ね、部分でやっていきたいと思います。だから、もしかしたら大当たり中の手入れ神経が見れるかもしれない。素晴らしい。はい、大当たり中の手入れ神経。狂気の沙汰が見れるかもしれない、はい、いやー恐ろしいですね、本当にね、はい、これで女性バロンが2万発出した人は大爆笑だけどなってね、言われてますけど、ね、女性のバロンさん大丈夫ですか。あー大丈夫だと思います。自信のほどは。いや実はあんまりないです。あんまない。いやー刑事ちょっと恐怖症になってるんで。刑事恐怖症。刑事恐怖症。刑事やられた、プライベートでやられたとか、なんか暗い過去が、ね、暗い過去、暗い過去が昨日、はい、朝一打ちまして、はい、4万キコ持っていかれました。4万キコ、はい、4人やられました。あ、昇天してしまったということで、はい、あ結構ねきついですけどもね。いやキセルも外れて、はい、通常の7点牌って激アツですよって、某乳銀のね、乳銀の公式配信を担当している、はい、うちの人間がね、はい、いるんですけども、聞いてたんですが、はい、通常7点も普通に外れましてですね。あ、エンデックの バロンも4ユキチ持っていかれたんかって言われたんですけどね、はい、それあかんやつやってやつに言われましたけどね。そうですね、厳しいですけどね、はい、3人で手入れしたらとかね言われてますけど、大東のまっちゃん今日見るって言ってたよって言われてますよね。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあまっちゃん見てる記念で、はい、じゃあ足綺麗なバロンさん行きましょうか、はい、あっと扉が開いてしまいましたね。この禁断の扉が開きましたよ。たった禁断の扉開きましたね、はい、しかも足綺麗なバロンさんは右からカメラ映ってるんで、はい、手入れにかなり適した環境なんではないでしょうか。ちょっとね、はい、ちょっと頭かぶってます。頭がかぶってるんで、頭をそうですね、若干前側に寄せていただいて、はい、そんな感じで。なるほど、はい、はいはい、お願いいたします。こちらは見やすいですか。そうですね、そちらは全く問題ない感じですかね。あ、マジか。はい、これ映せますかね、はい、すごいキモい状態になってるんですよ。キモい状態。僕扉と扉に挟まれながら、本当ですね。こんな感じですね、はい、はい、ちょっと打ちにくそうですけどね。そうですね、打ちにくいというか入れにくそうですけどね。そうですね、打つっていう行為はないですから、ね、そうですね、入れてるだけですからね、はい、はい、まあまあ大丈夫なんじゃないかなと思いますね、はい、はい、よろしくお願いいたします。あれですよね、右手で入れるだけですよね、はい、右手で入れるだけ右手は添えるだけみたいな、ね、はい、感じですけどね。
どうでしょうかね。いやー本当にね、もう勝つためには手段を選ばないとね、はい、ここまで汚いと逆に汚くないんじゃないかなって感じですよね。そうでしょ、今来たおばんともこんばんは。いやだから我々は我々のルールの中でそうボタン押せないんですよね。そうですね、はい、あのボタン押しますんで僕は、はい、あの人の横の台のね、人の台のボタンを押してあげるっていうね形になってますけど、ね、そう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 、はい、素晴らしいですね。50連チャンも夢じゃないな。 こんなのやらなきゃいいよね、そうですかね、面白いんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうね、エンデックのバロン4雪積もっていかれたんか、前々俺が癒したるや持っていかれたな。で松浦さんとエンデックのバロン木村と交代して、交代したら1位になったらってやるんですが、お熱い疑似連はした疑似連ね、疑似今でそもそも保留連保留4の状態からのロングリーチってそもそも熱いですから、ね、まあまあって感じですかね、まあ、まあ今ボタン僕をあれだね、はい、俺今日5万いったって方もいらっしゃいますけどね、負けたら全員チョコマンですよね、バロン 女性バロンドンマーってねやってますけどね、はい、4万きついな、マイマイさんもう009行こうか、あ行こう行こう、腐れ根ぎたものいうことはノーグッド、あいつ嘘つきやからって言われてますけどね、どうでしょうかね、2代目7.90% やったっけってなってます、マジですか、そうなんだ、もう何放送なのか、ってなったら90% 出したいですよね、むしろそれ、それで外すのもすごいですけどね、カズコ木村やらせてまっちゃんがチョコマンやった方が面白いだからバロン頑張れってね言われて、こう番組の展開を分かってらっしゃる方ね、分かってるでしょ、ね、はい、そうなんですよ、いらっしゃるんですけどね、あの、はい、僕がこれだけまっちゃんのチョコマンにこだわってる理由は、はい、面白いからね、面白いからね、はい、はい、その方がね番組のためになるという、ね、そうなんですよ、信じてやまないわけですよね、はい、はい、さあどう、あーリーチは弱いですけどね、どうですね、木村お前セコすぎやで、昨日、今日エヴァで22連3万発出して10万買ってました、しかも投資は1500のみ、あー羨ましい、そう、ね、ボタン間に合わんぞこれ、なんかチカチカしてる、今日は定例放送か、みんな定例してんのかということで、女バロン木村以外は、男バロン木村の2人は手入れしてるという感じですね、はい、普通にやってます、はい、手入れバロンさんそれ楽しいとか言われてますけどね、いや楽しくはないですよね、ジョーゴ持ってきて注ぎ込めばって言われてますけど、ね、面白そうですけどね、あの何が出るんですかね一体ね、無駄がないよ、ね、面白そうですけどね、多分壊れるっていう選択肢ね、月曜日の配信どうだった、ツールがめっちゃ MC にダメ出ししてたけどってことで、まあ、かなり、ね、盛り上がった配信だったんでよかったんじゃないかなと思ってます。エンデックの木村は手入れしないのってねやってますけどね、どうでしょうかね、まだまだ早いです、ね、まだ早い、はい、3人並べるのはね、はい、やはりね、これを入れることによってこの右手の反復運動、はい、相当な筋力が要求されますので、そうですね、はい、もろ刃の剣ですからね、そうですね、はい、自由すぎる林で、まっちゃん師匠のテリには負けるってねやってますけどね、まっちゃんのチョコマン見たいから、汚くても頑張れってね言われてますけど、設計って手入れ初級レベル、やっぱり見てる方から応援されるのが本当の正義ですよね、なるほどね、はい、はい、正義前も手入れ足綺麗なやつ、あれね、保留4をキープしていただいて、はい、足綺麗なね、はい、バロンさんはね、はい、はい、いやもうオートコントローラーつけようとかね、バロン最悪ってバロンクソやって青やしってね、木村の液晶見づらって見えてますよね、大丈夫ですよね、大丈夫ですか、はい問題ないですよ、球を抜いてくださいってやって見えづらいんでしょ、いやいやいや、もうそれはちっちゃいあれなんで全然大丈夫ですよ、大丈夫ですかね、はい、はい、東大阪のバロンさんの扉で罪のバロンさんの液晶の反射がきつい、あー若干反射してる、あーということはガラス外すってことですか、ガラス外した方がいい、でもガラス外すのめんどくさいですからね、普通にパチッパチって2つぐらいで外せないんですか、いや外せますけど、はい、それがめんどくさい、あそれがめんどくさい、時間もったいないじゃないですか、ああそうですか、若干反射してますけど、ね、保留4をキープして厳しい厳しいバロンさんも厳しい、怖い、あれ金とかあるんですかこれ、お起きたか、いや これ金のパターン初めて見たんですけど、天候一滴来たな、メスバロン来たかな、メスバロン来た、メスバロン来たか、8点ですけどね、あどうですかね、8点って逆にいいんじゃないですか、どうなんですか、8点はなんか通常はそこまでって聞いたんですよ、マジで、いやーキセルが欲しいですね、僕の方は、おなんじゃこの方、キセルボーナスチャレンジ、おこれ来たんちゃいますか、キセルボーナスのチャレンジですね、どうしたんや、ボタン押しづらいやつか、はい長押しボタン押しづらいやつ、ちょっと皆さん画面見づらいかもしれないけど見えないけどね、今木村さん非常にボタン押しづらいドア開いてるんでね、めっちゃ押しづらいですけど、ああ、はい、押せてるんかどうかすら分からん、あこれ来たんじゃん、お来た、いけ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 、そのまま長押し、いや長押し、おあ来ない、復活はだないない、あないか、残念、そうさあメスバロンの方は、いや弱いですね、弱い、お小水リーチですね、あー出ましたね、食らいやがれ、はい、もうこれはないですね
8点確定だよなんか確定確定じゃない確定ST 中だけね、はいはい、4ラウンド以上確定くんが今日も来ていただいてますけど、ね、ありがとうございます、はい、ないねって言われてますけどね。あどうですかね、何点がいいのってことで7点が通常時の7点が 90%、 あ一番熱いって聞きましたけど、ね、私7点の時も着せる予告も来なかったんですよ。へえ。でそれをあの某ねあの彼に言ったら、はい、いやまいまいさんそれないわって言われたんですけど、あ外しちゃったってね感じですけど、ね、君がないわって感じでしたけどね、びっくりって感じですけどね、はい、あやっぱりおしっこはダメですね、はい、残念ちょっと弱いですね、はい、バロンは器がちっちゃいからこれで通常って言われてますよね、はい、木村と松原は何の因縁があるのって言われてますが、いや特にないですよさらっと、はい、なんとなく思いつきでやってるっていうね。詳しいというのはあのこのね鶴見店ができた時に、はい、あの僕が副主任で、はい、あの主任がまっちゃんだったんです、ね、上司だったわけですよね。上司だったんですよ、はい、はい、それぐらいしか因縁はない。もう新店でね、はい、もう右も左もわからない状態で、はい、もうどれだけ輝いてまっちゃんが見えたか。なるほど。だからもうあの尊敬してやまない存在なんですよねそれ突っかかる理由には全くなってないよね、はい、それね。その方がチョコマンをするってだけで、はい、めちゃくちゃ面白い、ね、確かにね、はい、確かにね、はい、間違いないですけどね。もっとね恥ずかしめをね、はい、与えれるなら与えたいんですよね。あなるほどね。じゃあやっぱちょっと感謝しますか。木村さんの台、はい、すみません、木村さんの台が、ドア枠が光ってるじゃないですか、東大阪のバロンさんのドア枠が、はいはいはい、あれがめっちゃ反射してるんですけど、あなるほど、ね、それドアのランプを消すことってむずい、あできるんかな、あのガラス外して、はいはい、扉を閉めて、はいはい、打ってもらうことってできますか、東大阪の、はいはい、バロンさんのガラス外して、はい、でボタン押しづらい。時間がね、もったいないですよね、はい、今のこの、はい、今あのガラスね、外していただいてますんで、はい、はい、外しました。怖いな、どうしようかな、どこ行こうかな、ここ行っとこうかな、よいしょよいしょ、はい、これでどうですかね、いけますかね、手入れバロン、バロン、バロン台ず2台ずつ作ればいいやんってね、画面2つくっつくときにその間に手入れしてみて、保留満タンのロング変動が熱いのははるか昔の話やでって言われてました。あそうなんですね、抹茶の方が笑いのセンスあるからバロン勝ってよで、しかも7点やったら ST 確定やんで、 90% ループもスルーありえるんだから 90% リーチなんて余裕で外すのよってね言われてますけどね。木村より抹茶の方が面白いよ、どっちがやっても面白い気がするけど、刺激にチョコマンやらってると、もうジャガーのバロンも打っちゃいないこと、ね、あじゃあもうとりあえず抹茶か僕かやるじゃないですか、はい、それとは関係なく刺激がバロンやりましょうよ。あもう全員バロンもう、ね、みんなに喧嘩吹っかけてくるみたいな、はいはい、感じですけどね。刺激がバロン、わけわかんないですけど、チョコマンですね、そうですね、はい、ギズレンの時指挟んでみて、松浦不正推奨レフリーチョコマンになる今日昨日木村コメントしたってやってましたが、昨日は木村さん大東の放送は見られてないですよね。あ全然見てないです ね、はい、偽物がたくさん湧いてましたけどね昨日ね、はい、まっちゃんファンの立場どうなんだよって言ってますね。玉の音うるさくなくていいわって、ね、言われて、そうでしょ、はい、横から静か、ね、横から出るやつに手出してみて薬物壊れるからやめてくださいね一撃入魂って成功するとどうなるのって言われてますが、一撃入魂成功するとどうなるんですか。あれ大当たり即じゃないですかね、多分演出発展するかなんかじゃないかなと、ね、相当嬉しいんじゃないですか ね、はい、バロン3人で大丈夫、もっと分身すれば、ね、まあ、キムキムは所詮こんな人間で、ね、バロンは明日事故ないかな、ボタンが押せないんですよ ね、大東まっちゃんより野田の方がチョコマンに合いそうってね、大東の野田さんも面白い方ですけどね。あそうなんですか、はい、おい左上の木村保留4にしないと意味がないだろうってことで、東大阪の木村さんね、ぜひ、ね、保留4ほら、ね、はい、この今で、はい、僕は入れてあげようか、ね、僕は入れてあげようか、はい、抹茶の手入れより松浦の手丸呼吸の速さの方すごいんだよね。何の話ですかね、玉を抜いてください。あのあれですね、はい、あの松浦さんの神拳ですね松浦さんの神拳、松浦さんの神拳、ああもう私もね一応手入れ神拳ね、得得してますんで、スムーズなね手入れに関しては自信ありますけども、はい、3人で10万発出そうか、だからガラス外したらいいやん、これで負けたらどんな罰ゲームを甘んじて受けろよってね言ってますけどね。いやまあそれは僕は決めることですけど、ね、そうですね、はい、見せる気なし、木村の正義はワンピースの海軍と同じ、木村最低3台打ってる中で、そしてしかも手入れ、これで負けたらどうなってるか分かってるの、ね、いろいろ言われてますけどね、チョコマンアイスバッケットチャレンジするんだよ。そもそもそれやったら正々堂々戦いましょうみたいなことを言ってくれないと、はい、無理ですよね。まあね、はい、そういう話では別になかったんでね、はい、確かにすぐ汚いことしちゃうんで僕、はいはい、確かにね、
メスバロンって8点は4ラウンド以上が確定だよという方もいらっしゃいますが、あっさり外れましたね。メスバロンってわらわら太鼓のコンバーです。バロンがいっぱいなんでなんでとかね、本日は、バロン木村バロン木村バロン木村でお送りしてるという形になってます、はい、バロンバロンバロンでやってますね。そうですね、はい、バロンバロンバロンメスバロンわらわら女性バロン頑張ってつねやってますけどね、はい、どうでしょうかね。まっちゃんを当てたのにってことで、ね、ないね、ざまあざまあってね言われてますけどね。そうです、全然当たらない。そうですね、ざまあ全然当たらないですね。はい、アメリカザリガニの片っぽに声が似てる人誰ってことで、これどういうことですかね。あ、鶴見のバロン木村さんですかね。若干確かに声がね高いところ、声高い方ですかですかね。はい、似てるかもしれないですけどね。そうですね、相当高いですからね、はい、オスバロンってね、恥さらし君がないわってね、オスオラバロンって、あ、まあ、ここにもバロンいますね。わけわからんでしょ。コメント欄にもバロンがいます。もうこれぐらいでもお腹いっぱいでしょ。見てる人ね、いますけどね。元上司、まいまい今日オレンジ来いよ、何の話ですかね。なんか扉がうろうろして見にくいから撮ってほしいってことで、今はこれでどうですかね。ちゃんとあの撮れたんで問題ないんじゃないかなと思いますね、はい、あ、じゃあ私の方の扉は大丈夫ですか。はい、そちらは大丈夫ですんで、はい、もしあの問題でしたらボタン一切押さないっていうことしますけど、はい、なりますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、マイマイのマン、なんですかね、オンにあだを売るとかマジックソーとかね、はい、今危なかったね、はい、ね、危ない。木村 VS 刺激であってほしい。バロンの差し歯が卑怯なことをしているので先に寝ます、おやすみなさいって方いらっしゃいますね。木村の台が近々もう閉めろ、はい、これで勝てないとやばい。今のコメント萌えちゃんかもしれないですね。木村の差し歯がどうのこうのみたいな。あ、木村のバロン差し歯が卑怯なことをしてるので先に寝ます、おやすみなさい。はい、萌ちゃん奥ですか。あ、萌ちゃんの可能性ちょっと下手くそな日本語なところがちょっとありえますね。どうですかね。はい、あってもなくても変わらないよ、そのガラスで踏んづけよう。 OK、 マリコとヒサコは勝負しないのってね言われますけどね。あ、そうですね、じゃあじゃあ僕とヒサコが勝負しますか。じゃあまず、あ、あのまっちゃんの母親、はい、久子さんと、はい、バロン木村が勝負して、はい、でその後まっちゃんとマリコが勝負する。す、ね、いや、あのマリコとは勝負しないんですけど。あ、マリコは出てこない、はい、とりあえず久子とは私で、はい、あのまっちゃんのいいとこ一個ずつ言っていくみたいな。恥ずかしい。勝てないんだろうな親には。親には勝てねえんだろうな。厳しいですね、そのね勝負はね。親はやっぱり引き出しいっぱい持ってそうですからね、はい、あの隣でまっちゃんはあの座っといてもらいます。いや恥ずかしい。屈辱ですけどね、はい、どうでしょうかね。お、来たって言われてますが、え、なんか熱いの来たんですか。どれどれどれ、大丈夫。東大阪のバロンさんどうですか。いやー、これはちょっといまいちかな。弱い。あ、でも発展してですね。そうですかね。なんか今来ました、手入れしてんのか。すいません、ガラス割れ、これで負けたら全員チョコになります。下バロンもガラス外せばバロン保管計画ですね。携帯に指挟めよ。上司松浦に何か恨みがあるのかわいそうだよ。バロン君は性格悪いってね言われて。あ、そうです、はい、バロン松浦はあの役物の真ん中に穴開いてるところに指詰めて。危ない危ない、はい、言われてますね。2000回転回して4通で駆け抜けた人が全力で殴っても割れなかったガラスとはそれか。あ、そうなんですか、そんな硬いんですかね。定理してもなかなか当たらないね。当たりはよーって、ね、異物入ってない。でキセル予告で階段上がって刑事いないことはないですかって言われてるコメントをいただいたんですが、それ多分今まで実戦上見たことないんですけど。見たことないですね。あ、上がったらおるんですね。大体いてる。とりあえず上がる演出があればキセルになるんじゃないんですかね。ですけどね、どうでしょうかね。見たこと、とりあえず上がっていなかったっていうのは見たことないよね、今のとこね、はい、あ、でも東大阪のバロンさんもすごい上手くなってきましたね、手入れが、はい、スムーズになってきた。はい、あのフォームがね、すごいいいですね、はい、あ、フォームが、はい、結構ね、綺麗なフォームは重要って言いますからね、手入れもね、はい、はい、まあ、ここまで相当な努力を積み重ねた。相当な努力、なるほどね。はい、木村萌えちゃん情報は罰ゲームはまあね、あれは仕方ないって言われてましたね。木村ふんどし1日接客らしいぞ罰ゲームってねやってますけどね。そういう話も昨日ありましたがどうでしょうかね。でもそれは全然余裕ですからね。ああね、普段からやってますからね、はい、ルール無用の特別試合やからねってねやってますよね。バロン木村バロン木村バロン木村ジャガー松浦ありがとうございます。木村は多席いて当たらへんネムネムってね、萌ちゃんは三股してるのかってねやってますけどね。三股っていうのかなこれ。三股っていうような気がちょっと違うような気がしますけどね。まあそうですね、はい、ふんどしで大東で一日接客じゃないのって言ってますが、まあでもそれも罰ゲームっていうほどではないんかなって思いますね。まあでも大東ではちょっと嫌ですかね。ああ、そうですか、はい、やっぱ自分のホーム以外では、はい、なかなか恥ずかしい。でもあの鶴見のお客様は鶴見に完全に慣れてますので、はいはい、あの裸の僕を見ても何とも思わないですけど、はい、普通キャーって言いますよね。通報しましたレベル。あ、ね、で自作の塩プレゼントするね、あの店内のね、あの木村ファン感謝祭もありましたけども、はい、大東でねやったりするのもいいのかなって気がしますけどね。
どうでしょうね、熱いリーチ一切来ないな、キセル予告で階段上がって刑事いないことあるのってことで多分ないんじゃないかなって感じですね、当ててアテント寝る、木村日頃の行いが悪いから当たらないんだぞって、ね、言われてますね。東大阪のバロンさんいくつって言われますが、東大阪のバロンさんは 年はおいくつですか。あ、26ですね。26、はい、今年7、今年7、はい、これなんか警報鳴ってますけど何の音ですかこれ。あ、これあの横手に僕玉入れてみましたね。横手警報鳴ってる、大丈夫よし。初めて聞いた警報。電源落とした？そうですね。はい。なので、はい、あれですよ。皆さんあの横手にね不正に玉を入れようと。不正感知。不正感知警報わらわらわらって。今みたいにしっかりなりますんで、はい、悪いことはやめましょうね。ああダメですね、はい、本当に横に玉入れてみましたね、はい、警報わらわらわらって。びっくりした。新しい映像をね今皆様にお届けしておりますけどね。はい、横ってどこに入れたの？なんか V 角のあたりですかね、はい、まあ、とりあえず開きそうなんで入れてみようかな。びっくりした。あ、やっぱ演出伴わないタイミングで横を V 角あたりに弾入れようとすると、はい、そうやって警報鳴るんですね。そうですね。なるほど、しっかりしたセキュリティですね。なるほど、素晴らしいですね、はい、おまわりさんここですよって、ね、お前しかやらないよ、ね、はい、店長呼べ、ね、何かと思ったわ。貴重映像。まあ、じゃ あの次どこ入れたら警報鳴るか。そんなそんなの余裕こいてる暇ないからダメ。実験、はい、大丈夫ですか。電サポ入れてとかね、明日それやろうとか、ね、言われてます。斬新な放送だね、最低だなって、はい、まあ、最低ですけどね。まあまあ最低ですが、はい、デバッグしてるんじゃねえよ。何かありません。警報鳴るんだ、貴重な映像ありがとう。ちょっと感謝の言葉も結構来てますけど、はい、コーヒーくれ、警報放送って言われてますけど、ね、はい、警報放送、警報放送大丈夫ですかそれは、はい、警報ってセコム来ないのかってことで、あれはどうなんですか、警報鳴ったら上のデータカウンターだったりホールコンピューターなんかに警報が上がったりする可能性は。あ、出ますよ。出ますよね。はい、多分何番台警報発令みたいな、ね、はい、こいつやべえみたいな感じで出ます ね、多分警報発令されてるんで、今事務所でね、はい、オカルト店長が、はい、なんだこれなんだこれみたいな、ね、なってる可能性はあるんじゃないかなと思います、ね、まあ、そうですね、はい、まあ、ただ私が座ってる台って分かった瞬間にホッとするんじゃないですか。なるほどね、ああ、はい、こいつかみたいなね、はい、なってるんだと思います。あ、ホルコンバッチリ来るでってね、そうですよね、来ますよね、やっぱりね。あ、出ますよ、わらわらわら。ね、店長バロンが、木村の鼻に入れてみろってね、ことでね。そうですね、自分じゃ聞けないから面白いな。ね、ホルコンに履歴残るからやめとけって言われますけどね。まあまあまあ、はい、限界まで行きますので、そうですね、はい、私はね、怒られるまでやりますので。怒られる直前じゃなくてね、怒られるまで、ね。怒られてから反省しますので、ね、私は。はい、はい、ますかね。木村アタッカーに無理やり入れてみてとか言われてますけど、ね。あ、実験ね、実験。はい、軽い ね、こうやって遠隔してるんだなって、ね、自分じゃ聞けないから面白いなってね、言ってますよね。はい、こっそりやるところがせこい。そうそう、俺も全然気づかずに何の警報と思ったらいきなりやってたっていうね感じですからね。まあ当たればいいなって、よかれと思ってね。そうですね、よかれと思ってホッとするんじゃなくてイラッとするんじゃないかって言ってますけどね。オカルト来ないのってことで、今日はねお仕事がちょっとお忙しいみたいですけどね。そうですね、どうでしょうかね。あ、金、金、金が行きましたけど、当てろ、メスメス、メス当てろ。メスバロン、いや金は当たるでしょうよ。いやでもね、これ金メッキ多いんですよね、金メッキ。どうでしょうか、ちょっと弱そう。蝶々が出たらね、はい、そうそう、蝶々がね、メス、前来たって言われてますけどね。メスバロン、メスバロン、はい、もう一回、もう一回エデックのメスバロン来た、メス当てろって、もう一回、はい、メスバロン頑張って、ね、もう一回当てろメスって言われますけど、ね、メスメスってそのまま、はい、あ、オカホリ来た、おお、あ、うわー来た、いやいや、もう一回、もう一回、もういけいけいけ、熱い、いや、蝶柄みたい、蝶柄見してくれ、金シャッターでっていうか、弾出してくれたらそれでいいよ。おお、はい、はい、モロターってね、出ますよ、本当に、はい、どうでしょうかね、ちょっと弱そうな気もするけどね。あ、一応役者ビジさんで、ね、ビシャモンテンゾーン、はい、赤保留、まあでも一回当ててなくはない、一回当ててアタッカーに先発ぐらいぶち込んだら勝てますからね。赤んだろ、来てる、声来てる、来てる、赤、あー、ないし、これやばいな、おい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 、天運、あ、来た来た来たぜ、でもこれ消えてる、これ熱いでしょ、あ、これ歌舞伎ものリーチちゃいます。星4つ、歌舞伎ものリーチ、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、これ熱いでしょ、いや、一応熱いよ、なくはない、いや、これちょっと私トラウマなんで怖いんですよ。なくはないけど、どうだろう、微妙かな、ちょっと弱いっすよね、うん、でも赤だったし、まあまあ、あー、歌舞伎ものリーチ大嫌い。なくはない、 85%、 そんなないよね、いや、そんなないでしょ、ぶっといボリュームだって、蝶もないし、うん、キセルもないし、かなり熱いって言われてますけど、ケージカットインもないですよ、
メスのマイマイ行けってね言われてますけども。いやー、ニョイゴあるで。メスのマイマイ。メスのマイマイ。どういうこと？メスのバロンじゃないの。メスのマイマイって言われてますけどね。トラウマなんですよ。はい、当たったねーと。メスのマイマイ。外れる外れる。いや、これいけるでしょ。いやー、私これ時短中外してるね。一物リーチ。怖いよ。騒ぐな、木村って言われてますけど。いやー、弱いなー。あー、どうだ？弱くないっすか？いや、なくはない。弱くない。微妙だけどなくはない。デカボタン、これは 100% おっと、よかった、よかった、ありがとう、おめでとうございます。いやー、メスバロン見事初当たりゲット。やはりメスなだけありますね。やったー、おお、来たー。今計算したら 96% おかしいだろ。どういう計算で ST 入ってほしいですね、とりあえず、ね、メスおめーということで、ね、女性バロンおめでとう。手入れ渡らんのにってやってますね。手入れ軍団。いやでも、手入れでこんだけ分回してるからこそ、はい、確率が収束して当たったんですよね。意味が分かんないよね、はい、390分の1で収束したんですよね、はい、いやー、当てたのマイマイですかということでね、あ、マイマイというかメスバロンがね、見事、はいはい、いやー、これでも ST がね、ちょっと、はい、4図柄ってどうなんすかね、関係あるのかな。いやもう ST ここ入れてもらわんとちょっとねえ、ちょっとまっちゃんには難しいですよ。そうでしょ、43分なんでね。てかあと一人誰か当てんとね、はいはい、ちょっとまずいね。やばいですよ。いやこれちょっと4ってどうなんや。2人合計しても1万2000発ちょい出さなかった。そうそう、やばいっぽいな。手入れのバロンドも当てやがれってね、やばいっぽい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 、あー来ない、やばいっぽ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 い、残念、 ST 入らず。え、マジかよ。いや、やっぱ4弱いんか。あー、やめたー、似てるな、ほんま、復活パターン、おっしゃー、かっけー、やったやった、おっしゃおっしゃ、いや復活、おっしゃ、見事、イエーイ、ブイ、空の箱を用意しておきましょう。やったねー、素晴らしい、あー、池田復活させたーってね、パチパチパチ、はい、あー、さすがーってね、さすがのマイマイってね、あ、スマ開くの遅かったね、さすがメスマイマイ、あの、誰ですか、マイマイじゃないですよ。あれ、バロン、バロンね、はい、メスバロンね、当てたのはバロンです、さすがメスのバロンってね、はい、やってますけどね。いやー、日本は ST 天国確定とかでやってますけど、ね、メスバロンいいぞ、ちょっと一発トップしようかな、はい、プライベートの地獄を晴らすんだって確定をなってたよね、マイマイ、本当、いや、なってなかったと思いますよ、ねはい、マイマイは応援する、メスのマイマイ、メスバロンおめえ、今日はなんでバロンなのってことでね、今日はもうバロン木村 VS 大東天松原のね、一騎打ちと、はい、一騎打ちですね、はい、一騎打ちになってますね、はい、対マン、対マンです、対マンですからね、はい、対マン、マイマイ一画面でいいよって言ってますよね。これでトラウマなくなったねって言ってますが、どうですかね、まあ、レインボーにはなったね、ね、駆け抜けなかったらいいですね。そうですね、木村が特にかくうる騒ぎを許して、対マン、あ、ありがとうございます。オスの和子生きてるって言ってます。オスの和子、オスの和子ってか、あの、まあ、東大阪のバロンさん大丈夫ですか。はい、大丈夫です、大丈夫ですかね、はい、まあ、やはりあの手入れのやっぱりね、はい、必要に手入れをした結果ちょっと意識が遠のいてきてますよね。ちょっとね、若干おねむ、おねむちゃんのような気持ちになってますけどね。はい、いや、やはりあの精神がね削られるんですよ、はい、そうですね、はい、普通じゃないことをしてるんで今ね。そうですね、はい、普通じゃありえないことをやってるんで。メスのマイマイってねやってますけどね、今日の配信おもろいわ、手打ちのバロンヘッタリアのやっぱ神様見てるってねやってますけどね、気候のお得意の駆け抜け配信が始まるよってね言われてますね。怠慢ではね、行ってやろうか向こう側まで、行ってやろうか、横須賀よりコメント数半端ない、ありがとうございます。オスのポンコツっぷりに呆れとるって言われてます、ね、ありがとうございます。当てればいいんですよ、当てれば、え、ちょっと待って、こっち860回転、え、マジマジか、熱い？いやー、リーチなれば、リーチなれば熱いですね。お、リーチ超え熱いっすよ。いけいけい。これ一発告知のプチュンって激熱でしたっけ？プチュンで来たらどうなんですかね。どんどん当てちゃっても。お、東大阪のバロンさんもぎじってますね。プチュンリーチって熱いっすよね。熱い熱いってね言ってますよね。マイマイさんの一画面にしてくださいって言ってます。一応でも東大阪のバロンさんもちょっと今ね、詐欺ですね。あれ、キセルボーナスチャレンジ？そうですね、来ましたね、うわ、外れた、はいはい、あーっと、外れ、なんてことだ、残念、あ、そうなんや、やばい、ネギタバ君は信用できひんな。いやー、一発告知ってね、ちょっとよくわかんないよね、なんかね、聞いたところプチュンリーチはほぼ当たりって聞いたんですよ。イエー、嘘やん、ね、嘘やん、みたいな、ね、ちょっとよくわかんない感じですよね。あー、オスはテロ、木村ゆるさんとね言われてますけどね、どうでしょうかね、これ熱いんですかね。
どうですかね、多分暑くないんじゃないかなと思いますけどね。暑くないのかよ、早く終わってほしいぜ、はい、そうですね、九州福岡から見てます、毎日聞コーナー見てますけど初コメントです、九州にも作ってということで、ね、ありがとうございます。ぜひね今後とも聞コーナーチャンネルご覧いただきまして、ぜひね九州の方にもねお店できればいいなとね思ってるんですけども、なかなかねまだはいお店ないんですけども、ぜひねできた際には遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。木村ゆるさん、お酢当てろお酢当てろとね言ってます、熱いやつね、木村めボタンを押すとき鶴見バロンが扉閉めるのが面白いと思います。今あのもうガラス取ってねボタンがあまりにも押しにくいんで、はい、はい、普通に閉めてね、手入れし始めました。あの蒸気を言いした押しづらさです。そうですよね、はいはい、手がプルプルしてましたけどね、はい、確定4ラウンド、しかし初日は外してたがねってねやってますよね。前メスの前ケージ当てたの初めてって言われてますが、いやケージね昨日実はプライベートで当てたんですが、はい、ST 入らなくて、はい、時短中にあの歌舞伎ものリージ外れてからもちょっとトラウマになりましたね。なるほどなるほど、はい、今日はね一応ね初当たりはゲットしたんですが、今 ST はどうかなっていうところだ、転敗はせず、転敗しないんですね、はい、タイマンじゃなくてタイマイマイってねやってますね、マイマイって東大阪の方も、来始めてる、ね、バロンもガラス取ったわらわらわらって、左目のおじさんついてね言ってますけどね、どうですかね、おじさんおじさん左上、はい、どれどれどれ、東大阪のバロンさんですね。おじさん、はい、暑かったんですかこれ。いやあっさり外れてましたけどね、あでもまだあるんちゃう、暑い、視聴者の方が暑いってことはなんかあるなんかある、ネギ玉ですし、まあ、こういうこ知ったかぶりのネギ玉、まあ、ううね、何が一発かわからない一発告知、そうそうそう一発告知とは、マイマイの引きが弱い、遠隔だよね今日は、ね、マイマイ大好き、ほぼ当たりだから 100% じゃないんでしょうって言ってますが、にしてもなんかねよくわかんない演出がいっぱい来るみたいなね、一発告知、はい、緑緑緑緑来ましたよ、緑保留、エヴァではね緑保留来て、外したらケツバットされるっていう配信でね、バカ緑バカっていうね名言を作りましたけどもね、緑との相性は非常に悪いですよね。そうですよね、はい、バカ緑バカコメントが一斉に来ましたけどね、はい、バカ緑か緑わらわらわらってなりました。発展もしないんですね。あーあっさり終わっちゃいましたね。 ありがとうございます、はい、あでもこれね緑保留ですから、キセルボーナス来る、ここからあキセルボーナスチャレンジ来ない、いや本当に親切ですね、妖艶、はい、心にくいですね本当に。終わっちゃいましたね。メスのマイマイ激圧外しの先駆者ってね、さっき遠隔の円コードが台下からはみ出てた遠隔の円コードってなって円って書いてあるのかな、ね、はい、お寿司ですし、お寿司木村翔太郎の鐘楼、そうですね、手入れバロンハイを当ててお酢お酢で ST 中は何点がいいのって言われますが、 ST 中は8点が7点と8点が一応熱いみたいですけど、ね、花系の花にかけて8と7が若干熱いみたいな、ね、ことらしいですけどね、どうでしょうね、気合いや、ただのタイムラグやろで、木村当てなかったら大阪までの旅行費出してね言われてますけどね、バカ緑保留バカ、メスバロンあと何回いいって言われてますが、あと60回、はい、若干減ってきてるとこですからね、あと半分、半分ぐらい、3サットが全然ないですね、やばいですね、60ってね言ってますよね、バカ緑バカ緑、緑わらわらわ、大阪来月行くのでマイマイに会いたい、マイマイはいつ言いますか、ちなみに私は女ですけどということで、あ全然遊びに来てください、はい、マイマイは基本的にはキコーナさんの放送に関して言うと、ありました、よかった、おーっとーやーよっしゃよっしゃ、おめでとうございます、あれいや16欲しいな、そうですね、やっぱりあのまっちゃん勝とうと思ったら16なんだね、16連覇しないと、いや弱いな、ましたね、あ弱いやいいですよいいですよ、ラインをラウンドせず見てるんですね、あまあはい、4ラウンドあ言っていいですか、はいいいですよ、4です、4ということで、ああだね、キコナさんの配信はマイマイが来るのは水曜木曜金曜、そうですね、あとはまあ呼んでいただけるというか、その人に合わせてまた、はい、動きたいと思いますので、なるほど、はい、何曜日がいいとかね、はい、あれば、どこのお店、どこのお店行くとかね、はい、あれば教えていただければ、そのお店にね、はい、はい、あのもし、まあ、都合が合えば行けると、ね、あのいう形になってまして、ぜひ遊びに来ていただければと思います、とりあえず一言言いたい、緑で大喜びする木村滑稽でね、バカ緑掘りバカって、ね、オスバロンの声が熱いって、ね、言われてますけどね、緑俺に対しても無駄やで、緑大好きやな、緑で騒ぐなよ、緑大好きキムって言われてますけどね、 ST もヤバそうって言われてますが、前々見事、いやよかったです ね行きましたね、手入れだから弱いんだよってね、手入れやからあかんのですかね、ですかね、
チャックが開いてるぞ、左上のハゲチャビンって誰の話ですかね。ハゲチャビン、キムキム頑張れ、応援してるよってね、メスバラム駆け抜けそうって言われましたが、なんとか1回当てましたね。ドラえもん来ないのかなということで、今日は東大阪のドラえもん店長は今日休みなんですよ。あ、じゃあもう今日は確実に来ないですね。そうですね、はい、多分ね、あの家で自宅で嫁さんとプラレール合体してるんじゃないかなっていう感じですね。はい、はい、まあ、そもそもこんな光景をお見せできないと。そうですね、はい、怒られそうですけどね、はい、あ、で、入れた瞬間緑保留、おお、あ、一発飛ぶつきました。お、あ、これ震えてるのって当たりですか。あ、それね、ボタンバイブは激アツなんじゃないかな。え、ボタンバイブするんですか。はい、バイブしました。マジかよ。あ、トラ、トラ保留、トラ保留、お、これプレミアですよ。これプレミア、これ16濃厚です。トラ保留、はい、ここ、はい、来ました。あー、来ましたね、あー、熱い。いや、レアってんな、いいね。いや、これプレミアです。あ、7点ですね。あ、7点、はい、いいよ、この調子で頑張っていこうよ。あ、一発告知になりましたね。来ましたね、確定ですね。はい、よかった。プラレール配信、プラレール配信、ごめん、プラレール配信はできないんだ。それはね、放送コードに引っかかっちゃうから申し訳ない。あー、これはもう激アツですね。激アツというか、もう確定ですね、これね、はい、はい、レインボーやなーということで、はい、安心して、そうですね、はい、あっさり安心して見てられる16とゲットということですね。はい、来ました、おめでとうございます。16ラウンド、いいの見れたというね、トラホールが、ね、来ましたね。そうですね、結構確率低いんでね、出るの良かったです。素晴らしい。いやー、前々一発告知は縄文より駆け抜けるのになんで選んだってね、言われますけど、いろんなね、相性みたいなのは皆さんね、ね、言われてますけども、毎回どれが一番好きとか、はいはい、私この一発告知が一番好きなんですよ。あ、そうなんだ。あの、プレミア出やすいんですよ、これね、はい、一発告知ってよりはプレミアが見たい人は選ぶのがいいみたいなね、選択肢みたいですけど ね、はい、見事トラホリューゲットという、ね、いう感じですね。1人9000発出せば松田に勝てるんだ、早く当てろよって言われてますけどね。どうですかね、マイマイのミニスカートの日に行きたいって言われてますよね。ここからでおめでとう、メスバロン来たって言われてますね。遠隔屋にありがとうございます。で、君たち松田に負けたらどうすんのって言われてますよね。いや、負けた時のことを全く考えてないですからね。まあ、勝つことしか考えてないですね、はい、オスネコ気合が足りんぞ、戦う前に負け、はい、負けることを考えるバカはどういうの。なんか言えてるような言えてない言えてない言えてない。手入れどもは違うねーってなってますね。はい、あ、そうやね。はい、ミドル保留の赤ボタンの金、あ、金、そしてレインボー、これ超強、何保留、それ超強、超柄、超柄、超保留、超きますよ、超強が、あー、70% ありますね。はい、ガラス入れる準備します。はい、ありがとうございます。熱い、これは熱い、これは熱いでしょう。ドア開閉する暇すら皆さんのとっては邪魔なんじゃないですか、これ。そうですね、ちょっとドア開けるタイミング、あーっと、キセルですね、しかも、はい、来たぜ、外れろってなってますね。はい、あー、カンカーンとかっこいい、出てきました、ありがとうございます。え、こんないいもん見せさせてもらっていいんですか。さあ、あ、なんか乳銀ロゴカットインしたんですか。え、乳銀ロゴカットインあった。いや、それ見えなかったよ、俺コメントで。マジで、え、乳銀ロゴカットインあった、ありました。いや、全然見えなかった。いや、ちょっと興奮しすぎて何も見てなかった。はい、あの、とりあえず保留のね、蝶々が綺麗やなっていう。そうですね、蝶保留、赤保留から蝶保留に変化しましたね。そうそうそう、はい、金も出たしね。え、熱いのここまで全部出てるんちゃいます。そうですね、これはもういただきですね。もしね、乳銀系のプレミア出てたら ST 濃厚ですけどもね。マジで乳銀は、はい、どうですかね。ガンスとバロン外れたもん、よし、行くぜ。あ、間違えた。え、弱い、いや、でもまだ赤、赤、はい、でこれはでも発展するんでしょ、とりあえずこれは行くでしょう。おー、おめでとうございます。じゃあ、東大阪のバロンさん頑張ってください。はい、さあ、急いでガラスを。くそ、はめづらいぞ、このガラス、はめづらい。なんてことだ、やばいやばい。あ、 V だ、 V が。くそ、やばい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 、いいとこは、いいとこは映らない、いいとこは映らない、いいとこ映らなかった。どう、こうでいい。あ、そうですね、はい、大丈夫、はい、これ大丈夫かな。そうですね、扉が開いて、はい、仕事が遅い。いや、もたつくもたついてます。16台ボーナスーってことで。あー、やばいやばい、間に合わ間に合わ、いける、え、間に合わないで、まあ、いっか、手で入れちゃおう。え、入んない、ゆっくり入れたいんで手で入れます。え、もう嫌な、へそ落ちろって言われてます。放棄した、はい、
はい、どこに入れたらいいかな、ここ、はい、はーい、入れられる、はい、入れられる、割れろ割れろ、諦めた、手で入れます、わらわらわらってやってます。V 角入ってる球、ダメ、マジで、あらまあ、マジですか、いなかったんかな、あれ残念、復活は、ありがとうございます。しかもなんかね、今ね、女の子の声した、あ、そう、プッシュマンちゃいます、なんか、あ、プレミア、プッシュマンなんか声聞こえましたね、はい。ちょっともうそれ無理じゃね、それ。ちょっともう無理、それガラス入れないと無理じゃね、無理ですね、ちょっとカズコ、カズコ手伝ってあげて、はい、ちょっとやばいやばい、あ、ガラス、ガラス、そこ後ろ後ろ後ろ、あ、もう V は入りましたよ、手で、 V は入った、はい、手で入りました、えらいバタバタしてます。ちょっとやばい、ちょっとやばいやばい、当たった時のこと考えてなかったね、やばいやばい、なんとかやばいやばい、ガラス、ガラス、ちょっと ガラスはめていいです、あ、もうバタ、早く、バタ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 、わちゃわちゃ、やばいやばい、カズコ早く、わちゃわちゃしてる、カズコ、カズコ早く、焦ってる焦ってる、わちゃわちゃ、スルー、カズコ、カズコ、スルーしろってね、ガラス入れろ、落ちろって、入った入った、いたいたいた、ちょっと球飛び散りすぎだから。これははめてって笑、はまったはまった、早はめろや、はまったはまった、カズコはまったはまった、ほらさ、よしよしよし、よくやった、カズコいける、入った入った、オッケー、へそ消化で落ちろ。やべえよ、ほらやほや、下手くそばい、や、皆さん失礼いたしました。セーフセーフ、うちの家族は失礼いたしました、大丈夫、見事 V 入賞いたしましてですね、入った大量出玉が今やっていきますね、大丈夫、さあ皆様にお見せしましょう、はい、これが花の刑事、信頼花の刑事、真ですね。大丈夫、なんかわたわたしてるけど、いや大丈夫ですよ、はいはい、先ほどはね、ちょっと乳銀さんのね、はい、ガラスの作りが下手くそやったと思うんで、乳銀のせいにすんなよ、いやいやいや、怒られる、乳銀のせいにすんなよ。知らないよ本当に、はいはい、いや行きましょう行きましょう、はい、いいのはいいの、 ST はとりあえず当てとけってことで、今ねちょうど見事、2台 ST 入ったと、はい、いう感じでね、今ピンヒャローになりました、うえっ、ピンヒャローになってた、 おめでとうございます、ピンヒャローになってた、いきなり来ましたね、入金のせいにするんだね、バロンうるさいって、ね、おいってね言われますよね、いやー素晴らしい、いやこれ県内でしょ、いける、これ県内でしょ、マイマイあと何回転、あと、70弱ぐらい、ね、70弱、はい、どうですかね、ここでカズコじゃないわ、東大阪のバロンさんがねちょっと当てたいところですけどもね、そうですね、はい、メスは頑張ってる、オスどもが不甲斐ないんだよって、ね、言われてますけどね、まあ、1万2千発出せば勝てますからね、そうですね、はい、はい、大阪行くときマイマイはどの店舗にいますかということで、もうそれもね、おっしゃっていただければ、ご要望に、ね、合わせてマイマイ連れてきますんで、基本的には今は火水、いや、水木金、あ、水木金、そうですね、月火以外ははい、どっかのお店にいる、はい、という感じですね、鶴見東大阪、森口、茨城斎藤、寝屋川南、神戸町スロット館、野崎縄手、この辺に来ていただけるんであればいるという感じですかね、梅北行ってとかね言われてますけどね、前々に会いた、エビエに行ってとかね言われてますね、前々はペチマカよって言ったらジュースってことで、そうですね、そんな感じでいいんじゃないでしょうか、マイマイとりあえず辻元黙らせてラブトラが萎縮してしまくって面白くなかったと、まあ間違いないですね、ぜひ月曜日、まあ、初絡みなんでね、そうですね、これからまた変わっていくと思いますけど、はい、松原さんアンケして現時点でチームバロンとマッチャンどっちの応援が多いかということで、まあこれはもうどう考えてもマッチャンの応援の方が多いね感じですよね、いやいやいや、はい、応援してどうするんですか、ね、いやいや、あれでしょ、はい、あのマッチャンを応援するってことは、はい、マッチャンファンなわけじゃないですか、そうですね、ね、でもマッチャンを応援したら見れるのは、はい、木村のチョコマンですよ、そうですね、マッチャンのチョコマンは見れない、そうそうそう、だからマッチャンファンが応援するのは、はい、木村でないとおかしいんですよ、そうですね、そう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 、マッチャンのチョコマン見たいよねみんなね、はい、多分僕より見たいんじゃないですか ね、 ね、僕も見たいですし、番組的にどっちが美味しいかっていうと、まっちゃんがチョコマンする方が美味しいんじゃないかなですよ、ね、と俺は思うんですけどね、どうでしょうかね、まっちゃんどう思う、残り1時間って言われてますかね、 いけるかと、ハゲチャミングさえどんどん出せってね、入金はガラス外すこと考えてねえだろうって間違いないですよね、今更ながら刑事のスペック教えてってことで、刑事、新花の刑事 L3-K ですかね、大当たり確率 390.6 分の1、ST 突入率が 55% で、ST が120回、時短回数が100回と
という形で、時短中に大当たり引き戻せば ST 確定という形ですかね。 ST 中の確率が64分の1ですかね。おーっとーっとあ、どっちもやれば解決、うん、2人でやれよっていうことを言われてますけどね。嫌ですよ、はい、どうですかね、そんなもん嫌ですよ。木村ファンだからアイスバケツ見たいとかね、言われてますよね。刺激のチョコマンが見たいって飛び火してますけどね、これね。まっちゃんがチョコマンしてるの見たいわ、ね、どっちもって確かにね、言われてますけどね。俺木村のファンだからアイスバケツが見たいっていう方もいらっしゃいますね。あ、そうですね、はい、あの僕のファンはそういう方ですよね、知ってます、ね。まっちゃんは応援してるけどチョコマンはまっちゃんがいいとか、ね、言われてますよね。いろいろ言われてますけどね。ムック店長ファンはそれ、バロンのふんどしチョコマンが見たいはずですね、言われてますよね。番組的に松浦が罰ゲーム、腹の中がドブ色とね言われてますね。メスバロンやばしいところでちょっとやばい、あもう20回死にましたね。おい何やってんだよメスバロン、やばいやばい。俺はいつまでも木村についていくからなってこと言わせますよ。何これちょっと誰だ誰だ、はい、誰ですかね。なんかただ言い回しがまっちゃんっぽいですよね。そうですね、はい、なんか木村がもう負け格みたいな流れになってきたから、木村頑張れって言われてますけどね。とはいえね、さあビシャモン先読みに来てますけど赤、いやこれ熱いですよ。どうでしょうかね、燃えてますけどもね。いけ5個入れとけ、5個入れとけ玉を5個入れと、5個入れとけ、ここ多めに入れといて、多めに入れとこJP のチョコマンが自慢ですが、昨日20連うち17回が16ラウンド、刑事大好きですって方いらっしゃいました。すごいなこれ、強いな、素晴らしいですけどもね。マイマイの肛門のシワの数は何の話ですかね。元祖バロンと東大阪のバロンは何やってんだ。そうですね、マイマイがいつ終わりそう、はい、マイマイ何発出たんすか。16が1回、3444ですね。ちょっと覚えておいてくださいね、メスバロンね、はい、あとで足し算せなあかんので。そうですね、メスバロン残念ながら ST 終了ということで3444ですね。でもここからはね、あの本家のツルミーのバロンさんが、はいはい、もうアホ出ししてくるんじゃないかと。おいや、ああお任せくださいよ、マイマイはこれぐらいだという、うん、ああまあ、メスバロンはこれぐらいで、あとはね本家にお願いするという感じですね。そうそう、インドを渡しました、ね、なるほどね、元祖バロン当てたってね、仕事が遅いって、ね、いつもの夜じゃねえかってね言われてますけどね。潜伏で手で入れちまえ、手相落ちろってね言われてますけどね。この間初めて刑事打ちました、何が何だか分からなかったんだけど、隣のお兄ちゃんが細かく教えてくれました、おかげで8万勝ちました。いやーすごいですね、すごい、ごちそうさまです、本当にありがとうございます、本当にね。焼肉ぜひおごってください。V チャックは手で開けろとかね言われてましたが、見事ね大丈夫でしたね。私にもハメハメしてありがとうございます。今週になって気候女さんの画質が やたら悪くなってませんか、なぜって言われてますが、これは何なんですかね。特に設定は変えてないんですけども、はい、まあエンデックの仕業ですよね仕業じゃないよ仕業特に、ね、設定変えてないんですけど、画質どうですかね、今週悪いんですかね。普段の仕事が目に浮かぶって言われてますけどね。バカ超保留バカって言われてますけどね。ニコ生がちょっと重いねって言われてますけど、ああそうなんですかね。あやっぱあの来場者数増えてきましたね。でちょっと多いんですかね。今日はいろいろ面白いなって、ね、言われてますね。入銀のガラスはそんなに難しくないでしょうにってことで、これ、業界の方ですかね、教えていただいてますけど、はい、まあただまあ、私はあのガラス開けることに関してはクズですから、はい、クズね、はい、まあ、あんまガラス取り払うこともそんななさそうな、ね、感じですけどね。そうですね、はい、やることないですから ねまた入金から怒られる配信か、ね、末端に勝てるでこれって、ね、やってますけど、どうですかね。いや勝てますよ、一応終わっちゃいましたけどね。カフコちょっと仕事してほしいとこですけども、どうでしょうか。いや、はい、後から出てくるんですよ、ね、足の綺麗な、はい、来た来た、ね、バロン頑張っていただきたいところですけどね。久子の息子さんおこですよってね言ってますよね。東京に遠征来て、松浦さんは何時ぐらいに来れば行けば会えますかってことで、大体10時半ぐらいにはねお店入って準備させていただいてますんで、ぜひ遊びに来ていただければ、と思いますのでね、よろしくお願いいたします。まっちゃんは先生堂々勝負してたからね。木村が真理をついてきた、メスバロンやばくない、やばかった、抜けちゃいましたね。まあまあまっちゃん先生堂々っていうか、まあ、まっちゃんが決めたルールの中で勝手に戦ってただけですからね、はい、そうですね、はい、まあ、正々堂々っていうのはそのルールにのっとっていれば正々堂々なんですけど、はいはいはい、そもそもルールが決まってない中で正々堂々も何もないというね。そうですよね、はい、感じですからね、はい、もう何やったら我々は我々のルールの中でやってますので、正々堂々ね、今日は正々堂々やってますので、正々堂々ね、タイマンを張ってるという感じですけどもね、はい、どうでしょうね、松浦のチョコマンが見たいですね。メスバロン頑張れってね、ツジェルを黙らせるためにツジェルにチョコマンさせとけってね言ってますけどね。松浦さんのピカチュウ号が見たいということで、松浦さんのピカチュウ号はもう売却されたんで多分見れないんじゃないかなと思って、ね、
今日は眠気に勝てない、メスオールですね、メス、ST2 の16ラウンドの振り分けは何パーセントってありますが、 ST2 は何パーだっけ、 70%、 はい、でしたかね、はい、16ラウンドうちで、うちじゃないわ、100% 中 30% が 4ラウンド確認ですね、はい、はい、という形になっております。昨日5連して16ラウンド1回という、ね、方もいらっしゃいますけど、ね、いや厳しいですね、3444ということで、ね、ありがとうございます。もう足し算必要なくねバロンと言われてますが、まだね、バロンさんが今あと65回ありますんでね、はい、はい、で今僕が3600、まあ約3600なんで、はい、34と36で今当然7000発ぐらいですかね、2人でもうちょっとじゃないですか、いや1万9000発ぐらいねまだありますけどね、はい、どうでしょうね、16の振り分けいくつぐらいなってことさっき言ったように 70% ですね、東岡のバロン頑張れってね、まっちゃんは期待値込みで7万機構だったはずですね、なんか期待値で言うと7万ぐらいあるんですとか言ってましたけどね、はい、一応期待値がどれくらいなのか確かめるために放送終了後も私打ち込んだら3万4000発で終了したという感じでしたね。焼肉食べたい、エンデックのメスバロンとオスバロン打ち手交代しないのを手に言われてますけどね、今日買ったからマイマイご飯でもどうで、バロン今マイマイって言わなかった。あ、言ってないですよ。言ってないですよね。マイマイ誰ですか。それ会ったこともないです、はい。バロンですからね。はい、今日42連しましたってね言う方いらっしゃいますね。昨日の放送も悪かったね。私は最近おじさんに声かけられます。男性は女性だけに声かけるんですか。それともみんな横の人と話すのが普通なのですか。いや普通なんじゃないですかね別にね。いやでも僕結構恥ずかしがり屋さんなんで。はい。あんま声かけない。話しかけない派です。あ、まあいろんなね方いらっしゃいますけどね。おっと赤堀、おー、来たぞ、あーサズコ、あー失礼、あの、あ、もうね腕踏みしてますけどね、東大阪バロン、ガラス用意したって大丈夫かい、東大阪バロン来ましたけどね、つけずれぞ、あ、いやちょっと弱いそう、あ、キングホリューこっちも来たぜ、おー、トラホリュー来ましたね、ありがとうございます、かわいい、かわいい、やばい、かわいい、猫かかわいい、そうそう、目出てあげてください、うわー言うて、カズコ頭かぶってる、カズコ頭かぶってる、カズコ言ってますけどね。これどうして、ちょっとお小水リーチは弱い、着てるなかったもですもんね、なかったです ね、 いやでもなんかボタンの影みたいなのが映ってましたからね、あ、いや、あ、気持ちいい気持ちいい、あ、ボタンバイブ、あ、ここから弱いか、カットインアップはなく弱い、あ、木村さん来ましたね、木村さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、猫ちゃん来ました、猫ちゃん。16？ これ昇格？16です。ですかね。トラホリューですよね。はい、トラホリュー。16濃厚です。ね、あ、来ましたね、16ですね。おめでとうございます。あ、バロンさん、なんか ST 変えてくれっていうなんかコメント来てるんで。あ、ほんまですか？はい。今一発告示にしてるんですけど、何に変えてほしいですか？縄文？一気がけ結構駆け抜けやすいとかね、言われてますけど、どうなんですかね。まあ、でも、どうなんですかね。昨日投げでやったんですか。昨日はカガ、いわゆるノーマルタイプをすべてクリアして、はい、縄文突破何回かやって、はい、でその次なんだっけ、佐野編だったかなを何個か見たっていう感じですかね。投げみたいですかね。あ、縄文っていう声は一応ねありますけどね。これどのタイミングで変えられるんでしょう。あの最後ですかね。最終ラウンド、最終ラウンド、はい、オッケー、じゃあ最終ラウンドまでに皆さんちょっとコメントで決めといてください。はい、歌舞伎物をやってほしい。松浦さん、パッと見て多いやつで、そうですね、行きましょう。わかりました。あー、V、このね、V 音気持ちいいですよね。あ、一発告知ってね、やってますよね。あのね、バイブが強いんですよ。ね、ハンドルまでね、伝わってくるね。すごいバイブですけどもね。あ、卑怯者の木村に行きがけは無理やわってね、やってますよね。どうなんですかね。あー、またアルデシーですかね、今来ましたけどもね。あ、一発、あ、なんか一発告知多いですね。ね、一発がいいですかね。縄文と一発が割れてますけど。そうですね。じゃあこれが一発告知当たったんで、はい、あ、じゃあ交互でいきましょうか。あ、そうしますか。あ、縄文と、はい、一発告知と、はい、交互にの方がいいですか。そうですね。ですかね。あ、はい、一発告知のエンディングみたい。あ、まだ見たことないんですかね。一発告知のエンディングは見てないですね。見てない。はい、じゃあお見せしましょうか。お7連、8連で7連だっけ、はい、全部一発告知で7連すれば、あ、16ラウンドを7回ゲットすればエンディング、はい、プレミアムラウンドで、ね、それは視聴者の方が 見たいって言ってるんですか。見たいって言う方いらっしゃいますよ。あ、じゃあやりましょう。お、じゃあやりましょう。かっこいい。はい、一発告知で7回16ラウンド引いたらいいんでしょ。はい、やりましょう。じゃあ、お、前も熱い。いやでも
あ、ギジ3ですね、これで。いやでも前々テールじゃないんでね、シュアリー。そうそうそう、来たかってやってますが、一応最初のカットイン金でしたっけ、ね、金カットイン。あ、ビシャモンですね。ちょっとさっきよりは弱そうな感じしますね、保留も青なんで。あー、どうですかね、微妙かな。 ST スルーが見たいってね、やってますよね。いや、それはね、残念ながらね、メス来るかってね、やってますけど。保留はちょっと弱いような気がします。弱い、はい、青保留なんで。ガラス取れるってキコちゃんでしたわ。そうそうそう、俺ね、縄文やらんのってね、やってますよね。トーマスやら天下という歯止めがないと暴走しすぎやってこと。あーね、辻本店長ですかね、タイマン過去3対1ってね。来週はジャグペカ勝負して 何台光らされるか。そうですね、言ってることは正しいけど考え方がクズすぎる。 ありがとうございます。俺がルール袋、バロン木村の格言でね。あ、そうですね、はい、木村終わるにゴキコ言われてますけどね。まっちゃんはバロンの性格を読み切ってテールを封じました、まっちゃんコメント来たって、来なかったら罰ゲームね。でまっちゃんね、今日来るって言ってたんですけど、どうですかね、はい。いやでももうすでに5700ポイントゲットしましたので、ね、そうですね。ほうほう。あー、まいまい、役物一応出てる。いやちょっと弱いですね、熱いポイントがちょっとないかな。そうですね、ケージの 85% って嘘でしょ、今日3回スルーしたでーってね、方もいらっしゃいますけどね、どうでしょうかね。おますか、弱い、来たけどさ、バロンが弱くね、頭赤外れるんだよ。そうですね、東大阪のバロン和子来たかなーって出ますが、さっきも残念ながらあっさり外れちゃいましたね、ちょっと今日厳しい感じですね。まあ、やはりね、手入れでかなり苦戦してますが。そうですね、ここであんな赤堀をごときで当たっちゃね、はい、あれなんで、はい、一発ド派手なやつで当たるんじゃないですか。なるほど、なんかね、プレミアあたりバーンって、ね、出していただければいいんじゃないかな、ね、と思いますけどもね、はい。寝落ちそうになっても熱い演出来ると一気に目が覚めるねって言われてますよね。へそ転落の瞬間が来たり、ね、縄文縄文って行きがけこそ戦の花場、戦場の花ではないかねっていう方もね、いらっしゃいますけどね。じゃあ交互でね、見ていきますかね。まあ言うてね、これね、はい、今、7分の1達成してるんですけど、はい、交互にやっても引き継ぐんですかね。多分引き継ぐんじゃないかなと思いますけどね。上の液晶になんかごめん札みたいなのが出てますね、はい、あれが全部7つ埋まれば、はい、プレミアムエンディングなんですけど。なるほど、多分あれ連続じゃなくてもいけるよね。あ、引き継ぎですか。はい、引けたかな。無理、何回連続でやらないといけないの。それも検証したいですけどね。ああね、ああ検証するなら序盤しかないですね。そうですね、じゃあ一回これで変えて違うやつでまた引いて、はい、でまた、一発告知に戻して16引いて繋がってるかどうかで、そのままエンディング目指しましょうか。そうですね、はい、やってみますか。あ、引き継ぐってって言われてますよ。あ、引き継ぐ、あ、ストックするよ、引き継ぐよって言われてますよね。あ、じゃあ交互にやりましょう。 ST どっちなければ続くよって言われてますね。ですよね、はい。あ、今日 ST 変更した後駆け抜けていきましたって方いらっしゃいますけどね、どうでしょうかね。あ、コアソルのコメント、はい、どうですかね。一発告知っていう方が結構多いみたいですけどね。一発みたいって、マイマイかわいい手振ってってね、松浦の肛門ありがとうございます、カガカガね、マイマイ、普段バロンが使ってるバイブとどっちが強力何の話ですか、ね。僕は使ってる方ですかね。ああ、そうなんですかね、はい。交互というかそこまで続くのかねってね、言われますけどね。ビシャモンってどっちでもいい、まあ言うだけただですからね。まあまあね、そうですね、はい。エステスルーガみたい、マイマイ熱い、マイマイの顔は何パーセントですか、何の話ですかね。落ちるフラグラはメス来るかって言われますが外れちゃいましたね。さあ、あ、開かない、おお、はい。ただエンディングよりアイスバケツの方がもっと見たいけどねって言われてますよね。俺もガラストレなんて知らなかった、みんな普通にマイマイ言うてるしってことで。そうですね、メスバロンですからね。メスバロンですよ、はい。こんばんは、今来ました。今日の配信はどういう企画ですかということで、今日は、火曜日の大東店松原主任と、水曜日鶴見東大阪の鶴見店、バロン木村さんの、花の刑事一騎打ちということで、はい。バロン木村さん、バロン木村さん、バロン木村さん VS、大東の松原さんということで、はい。対マンでね、花の刑事出玉勝負という形で、昨日ね、はい、松原さんが、ガチで2万5000発出してしまったということで、今日はねバロン木村さんが、3分身して気合十分でね、花の刑事出しまくってるという状況になっております。負けたらねチョコマンというね恐怖のキャラクターをやらなきゃ、あ、呼んでこないといけないというね、はい、形になってますんで、ぜひ頑張っていただければと思います。バレンタインにやることではないですよね。ね、はい、ここにね大きな傷が残るんじゃないかって言われてますんでね、頑張っていただければと思います。左上いらないから2ダメージしてとか言われてますけど、左東大阪のバロンも頑張れって言われてましたね。刑事って何回も見てるけど薬物空気だよねって言われてますが、薬物どうなんですかね。まあそれなりにチャンスアップ結構俺信用性あんのかなっていう感じがしますけどね。歌舞伎画面とかは熱いかもしれないですね。ですよね、はい。
このゲス配信を見ながら飲むビール超うめえ白うめえってやってますよね。その見てる方はきっとカイジ好きでしょうね。ああそうですかね、はい、人がこうねあの鉄骨渡りとかしてるのを見ながらね、はい、ビール飲むのがねいいかもしれないですよね。多分キンキンに冷えてるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、美味しそうですけどね。わこにゃ俺の同期がこの曲の作曲すごいな。4万発今日出ました九州福岡ですって方いらっしゃいます。おめでとうございます。あれちょっとやばい、23回あと大阪に来ていただいてね、気候でも打っていただければと思いますね。引き継ぎをストックするよってね言われてましたね。松原さん、松ちゃん来てる、あんこちゃんに聞いてみたいということで来てないみたいですね、松原さんね、今日ね。引き継ぐって言ってね、SK 落ちなければ続くよって、木村その汚さが魅力的、爽やかな対決だねって言われてますね。ありがとうございます。今日も配信楽しい ね。マイマイなんでただ打ちしてんのってことで、マイマイは今日いないんですよね、はい。バロン木村さんが3人いるというだけですけどもね。先の話したら落ちるぞ、かっこオカルトってことで。そうですね、だいぶやばい、はい、あと14回やばい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 、あ、これあかんどうですかね。これあかんで左バロン気を抜くと頭がかぶるねってこと、すいませんね、ちょっとあんま慣れてないので、ね、いや、多分入れるのが難しいんじゃないですか。そうですよ、手入れのね、離れて手入れするのがね、はい、難しい感じですけどね。燃えかれバロン、やばくねってやつですが、燃えかれのバロンはちょっとやばそうですね。あと6回、ホリも変化なく、あかんあかん、やばい、あかんあかん、普通掘り、ああ2回、分身とか汚い、さすが忍者汚いってね言われてますかね。鶴見の台は掛け持ち遊戯できるんですね言われてますよね。アングルの問題でね、左手で手入れしてるから。そうなんですよ、ちょっとね申し訳ないですね。被害捜査課のバロン木村さん頑張っていただければと思います。なんてことだ、あと45分だいけるかーって言われてますよ。残り30ってことで終わっちゃいましたね。あと45分、そうですね、あと45分もないです、あと40分ぐらいですね。獲得が5700、5700、はい、はい、でしたから、あとどんぐらい獲得したらいいんですかね。5700足す、はい、3440なんで、だいぶ足らないよあと何本、だいぶ足らないよ、ちょっと待ってね5400、はい、8844なんで、また何やってんの、ポンポン言うてますけど、はい、何ですか、何もなかったですね、はい、1万6000発ぐらい足らないです。はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、今のはちょっとあれですね、はい、右下に入れちゃったの、ラムクリカーってね、警報また不正良くないって言われます。ってことで、そうですね、計算しなくてもありえないよねって言われますね。あとだから、はい、18000、16000発、16000発、はい、クソなんて数や、ちょっと足らないですよこれ、大丈夫ですか。いや、いけますよ、定理神経の心臓はここからですよ、はい、赤ボタンね、早速、はい、おー赤、おー、これ何柄、赤でいいんですかね、なんか豪華なセリフ枠来てますけどもね、赤やと思うんですよね、赤ですかね、まあ、なぜちょっとボタン押しづらいんで全く分からない。そうですね、佐藤の五段さんはということで、佐藤の五段さん人気キャラクターなんですが、今日はお休みですかね、申し訳ございません、はい、終わったってね、歌舞伎打ちをあかんってざまーってね言われてますよね。何発だったということで5400ですね。四分子一徳バロー松浦さんって言われてますが、もうちょっとねカメラの、ね、立ち位置の関係で見てないんですよね。あっと金からの赤、これ熱い、保留側でも普通、保留普通ですね。ね、東大阪のバロンさん。あとで昇格しないですかね、保留。ありえる。上がる。それはありえる。8点。どうですかね。全然足らないでね、まっちゃん勝ったねって、バロン増やそうってね、まだまだよって言われてますけどね。松浦の下半身が被り物してるからバロン松浦。なんですよね、わらわらわら。計算しなくてもありえないよ、ね。また警報かってね言われてますね、警報。赤ー！お、赤保留。お、来ましたー。ついにやはり怖いけどなー。あの手入れの困難が身をこ、あ、そしてガラスを取りに行く、あれ気が早いぞ、ちょっと待って、いいとこで、あの背中かぶってるんで、ちょっとリーチ弱いですかね、はい、弱くない、ホタルのあれですよね、発展層ね、はい、赤でも弱い、赤のこのリーチは赤2回来てるんですけどね、これでガラスって言われてますけども、いや、これはガラスでしょ、ガラスリーチでしょ、ガラスリーチちょっと歌舞伎ごめんもなかったですもんね、うん、和子さんちょっと前のカメラの方にもコンボかぶっちゃってるんで申し訳ないです。そうですね、そこで難しい、ガラス取りに行くけど無理じゃねえってね、あ、バカホタルバカ、いや、まだ分からん、まだ分からん、パリーンってやる、ここからあるよあるよ、比較的に松浦行くしかない、誰が目覚めるか、ガラスリーチって何って言われてます
あのガラスを持ってこざるを得ない熱いリーチの略です。なるほど、はい、あダメでしたね。はい、じゃあ、はい、あのガラス戻してきてください、ね、ダメでした。いやー厳しい。あ、東大阪のバロンさんは今日は厳しい展開ですね。いやーどうしようか。木村松浦を引っ込め8点やーとね、面白いけどこれ後でキムキム店長に怒られちゃうのかなってなりますね。今日赤白から出たってことで赤白がすいません、今日は紅白からね、今日は出てないですね。赤白わらわら、どれが本物バロンですかって、全部本物のバロンですね。はい、そうですよ、はい、唯一無二です。はい、むしろまっちゃんすげえわってね、まっちゃん昨日すごかったですね本当に。赤って言ってますがね、赤でこのリーチを外れた、これでガラスってね、ガラス取りに行くけど無理じゃねえ、弱い弱そう、バカホタルバカ弱いパリーンって、ガラスリーチって何、わらわらわら外れたガラス割ろう、まだ弱いですよね、無理無理、はい置いてきて、カズコって既婚者でしたっけって言われてますよ。ああ、すいません、バロン、東大阪のバロン木村さんはカズコさんのこと知ってますか。はい、知ってますよ。そのタイムラグ、はい、衛星中継みたいなタイムラグは何なのかよくわかんないですけど、知ってますよね。はい、そう、あの東大阪店のカズコさんは既婚者でしたっけ。そうですね。あ、彼は結婚してましたっけ。はい、あ、ってことらしいですよ。はい、はい、というね、特に膨らまない話どうもありがとうございました。あのリーチ役もの全部動いても当たらなかったしなーという方いらっしゃいますね。ややこしい設定ということで、そうなんですよね。さあこれちょっと時間あともう23分で30分ぐらいですけど、どうする。はい、どこまでも足んないよ。どういう選択肢があるんですかね。まあどうですかね。また赤本屋来てますよ。マジか、来たぜ。いやまだ諦めないガラス、ガラス早く、ガラス早くね。これ何、これ罰ゲームみたいになってるよこれ。これ着てる着たらあたりなんですけど ね、はい、着てる欲しいですね。背中の時、背中かぶってる、背中かぶってる、かぶってる、おー、はい、オープニングかぶって、これもかぶって、はい、かぶってかぶって、はい、早いわってね、来たでガラスリーチって言われますけども、暑いね、暑い、いやー着てる欲しいな、押さない、押さない、なんでボタンを押さないんですか。さあ RTC 中ですけどもね、あー、能面ですね。キセル来たらもう当たりなんでしょ。そう、キセル来たら当たりですよ。キセル来たらもうガラスですよ。ガラスリーチって言われてますけど、ね、ガラスパリーンって、昨日と同じ2時20分まででいいですよね、木村さんって言うと。今日はね、開始の時間が早かったんで、もうちょっとね、早めですけどもね。あ、連打連打、はい、ちょっと押しっぱなしにしたら大丈夫ですよ。やっぱり久子の息子は強いな。あ、金来た、ね、金来た。あ、これは、あの、か、いいリーチなんですよ。結構熱いんじゃないですか。3つ半、星3つ半、これでカード切れば来てる、赤、あー、ない、あー、捨てれない、大喧嘩、いやでも、まだ分からんぞ、弱くね、キセル欲しかったな、ちょっとね、あー、一応歌舞伎ごめん、後半発展スアップですけど、どうですかね。カズコお小遣いいくらって言いますか。お小遣いないんですよ。あ、あのカズコさんはお小遣いがないということをね。そうなんですよ。あ、言ってたということですよね。はい、はい、お小遣いないとどうしてんの。あのなんか必要な場合それぞれそのたびに言って。あ、そうですね、そのたびにもらう感じ。あ、めんどくさい支援システムですけどね。はい、よしよしよし、いけ、気合い入れろ。あ、弱い。あ、それはないよね、そのボタンじゃね、残念。赤堀は3回来てんのにな、まあ、これが手入れの恐ろしいところです。恐ろしいところ、ね、はい、このガラスの何度も何度もガラスを受け渡しする作業が面白いんですけど、はい、さあこれやばいね、どうする。いやでもここまで来たらね、はい、あのこんなに見せても勝てないまっちゃんのやり方が本当に勝利なのかというところですよね。これどうしようか、ガロ、ガロでも打っていいですか。あ、ガロ起きてやるよ。ガロ打つか、はい、カメラのないとこで横ですか、はい、ガロ打つか、あとこれガロ当たったら得点、はい、得点というか、あの一発どうなるんですか。一発コーナーにもケージあるんですよね。 ありますよ。そこでだったら打てるかな。カメラの今カメラ立ってるんで、他の台がね、向かい合わせに積み点ケージ6台並んでるんですけど、はい、その3台打ってて残りの3台はちょっとカメラが立ってる関係で打てないというね、形になってますけども、はい、そうですね、はい、どうしますかね。あ、じゃあ、一発の方行きましょうか。一発の刑事、はい、お、松浦が打てと、はい、あ、じゃあ松浦さん、じゃあこっち、松浦さん、北斗が一番早いぞって言われてますけど、どうなんですかね。北斗が一番早い。いやでもそれまで、あ、当てるまでがね、やっぱり一緒なんで、はい、あ、じゃあ、そうですね、あ、じゃあ2台、2台手入れ、はい、家族が2台、うち2台手入れということで、はい、2台手入れ、大丈夫ですか。
して、私がガロー2台。ガロー2台。ガロー2台。あ、もう何でもいいっす。手入れ。はい。あ、じゃあ、私は何2台行きますか。北斗2台手入れいきますか、じゃあ。ガロー、ガロー4台やったらいいんじゃないですか。ガロー4台ガロー2、ガロー2やったらいいんじゃないですか、2人で。ガロー2、ガロー2で。あ、なんてこった、こっち、主電源が落とされてるから。なんてことだ。いや、2、2でいいんじゃないですか。いや、これね、はい、この扉が邪魔すぎて、もうこうせなあかんから。いやガロー、ちょっとね、ドアがかなり、開けづらいんですよね。手入れが すごいしづらい。あ、はい。自由だな、ゴッドでフリーズさせれば、主電源が わけがわからないようで、ね、もはや卑怯というレベルじゃなくなって、なんでもありかい、すげえって、何これおもろいって、もはや画面とか無視か、ね、はい、じゃあガロ回していきます、はい、今はね、じゃあ、松浦さん、1パチの刑事やりますか、普通にガロを回し始めましたね、手入れでね、あ、そうなんですよ、だから1パチの方が主電源切られてるんで、はいはい、そうですね、はい、4パチの方だったらいける、あ、エヴァ回そうか、じゃあ、俺、もう、マリコスやったら何でもええっすね。はい、エヴァ、じゃあちょっと鍵、そうですね、前々ごめん、ちょっとコメントを読んでもらっていいですか。エヴァ、扉開いてますよ、はいはい、あ、エヴァ、扉開いてますか、はい、あ、じゃあね、ちょっと何がすごいって、多分これで負けるのがすごいと言われてますね。はい、手入れいいけど苦行乱用にね、はい、自由すぎる配信の極み、 B 型か木村と言われてますよ。あ、 A 型ですよ。 A 型です。はい、キツメンです。でも負けるんでしょう。でも基盤に付け替えて省いてるのを松浦殿、ごめん、今クッソおもろいって言われてますよ。いや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 、はい、面白いとかそういうのいらないんで、ね、歌舞伎ごめん、はい、もうなんかカオスや、もうリスナー無視の勝負、はい、何やってんの、せめて視聴者のこと考えてって言われてます。視聴者の方は多分今見てもわけわかんないと思うんで、はい、視聴者同士で会話しておいてください。まあ持っていくね、はい、お預けするスタイルということでね、はい、タイムラインとか、なるほど、グループラインみたいな使い方しておいてください、ね、はい、なんか打ちながらの方がコメント読まれる気がするってね言われてますけど、はい、あ、ガロも見たいって言われてますね。あ、ガロも見たいですか。いいよ、何でもしてくる。当たってからお見せしますね、はい、当たるまでね、お待ちください。明日店長ド発展やな、はい、自由すぎる配信の真髄って言われてますね、ありがとうございます、はい、メスマイマイ、ガロ暑いの来ても見れへんって言われてますけどね。そうですね、じゃあ遠隔について語ろう。じゃあキノコタケノコ戦争でも起こすかって言ってますけど、それはやめてくださいね。はい、それはタケノコ派ですね。あ、また喧嘩ないですよ、これ、はい、さすが関西、鶴見バロン怒られるぞって言ってますけどね。なんでね、怒られてもね、はい、やらないといけない時はあるんですよ、ね、なるほどね、男にはね。はい、ありがとうございます、省いていただいてね。刑事がガロに拳で喧嘩ブレーコーって言われてますけどね。はい、恐ろしい、ここまでのまとめ、幼稚園児ばっかりでした。間違いないですね。はい、バロン木村は最低だと思う人、挙手と言われてますよ。ああ。ねえ、タケノコ一択、タケノコ一択、うわ、バロンと同じや、白目。タケノコはナンバーワン。いや、キノコでしょ。タケノコ好き、タケノコやで、またタケノコ中の陰謀か、と言われてます。いや、でも、キノコの方がね、はい。やっぱ弾力というか、感触硬いじゃないですか。ね、弾食で、硬い。はい。の方がいいですよね。キノコはダメだわ。めめのコミ読み込み、ありがとうございます。どこまでも勝ちにこだわりますね、ってことでね、やっぱり勝たないとね、面白くないんだよ。タケノコ、右下誰もいない、絶対に負けられない試合があります。そうですね、キノコ派です、スマーンと言われてますけど、はい、タケノコ、何がタケノコじゃ、それでも男かと言われてますけどね。関係ないじゃん、関係ないですよね。今のは大丈夫、下ネタも混ざってるんですよね。キノコ、金文字と言われてますけど、あ、金文字来てます、バロンあったですよね、左上をつい、お、あ、金文字、赤金ですね。タケノコかな、タケノコもキノコも嫌いという人もいますね。左上熱い、男がキノコ食うのかって言ってますけどね。はい、俺アルフォート、アルフォートですよね。やばい、木村とかぶったタケノコでーと言われてますけど、4人がかりや、これは火曜日潰しやーって言ってますね。このカオスな状況が久々に見れて、しばらく中毒症状出なくて済みそう。ありがとうございます。ありがとうございます。定期的に供給しないといけないんで、ね、左上熱い、赤キーンって8リーチ外してた、かぶってるって。右下にガロ映せばいいんじゃないと言われてますけど、カメラが3台しかないんですよね。そうなんですよ、申し訳ございません。はい、とりあえず当たったやつ優先的に映しますので、ガラス用意しろ、タケノコの里は好きと言われてますけどね、美味しいですよ。お、歌舞伎ごめん、あ、これストーリー言ってますね。何でしたっけ、この人、ホタルを殺した人で誰でしたっけ。コウモリ、あ、そうそう、コウモリ、はい、コウモリリーチ来てますよ今。熱い、赤文字ですけどね。いいよいいよ、熱い言うてますけど、僕ガロしか見えない、ね、これ負けたらどうしようもない。飛びかすオタカーってね、弱そう、ポッキーが一番、
これで負けたらどうなるのと言われてます。あー外れた。マジで負けたら、罰ゲームね、来週やるんですかね。アルフォートのホワイトチョコが好き、ね、うまい、あれうまいよ。ホーム、こんな状況想定できるか、カメラ3台でも普通多いわ。旦那明日の朝はガラスなしの第3枚ですね、ね、ちゃんと戻しておきます。皆さんパチスロに対しては機能あると思いますかっていきなりなんかこうね議論が巻き起こりそうですけど、パチスロになんてタイマー機能はあると思いますかと。タイマー機能何のですか。ねえちょっとあると思います。あると思います。はい、まっちゃん見てたらこの放送のエンディングで電話してくださいって言われてますけどね、見てますかね。なるほど、エヴァどうですか。いやエヴァ8個保留だからしんどいわ。あ確かに休む暇がないよ。あ忙しいですね。外れた。白い恋人が好き、美味しいですね。飛び方をたかわろうか。通常時の復活演出ってありますかってことで、ありますね、あります、ゴッドタイマー。もうタイマンじゃないやん、初めからやけど。そうですね、最近トウキビチョコにハマってる。あ美味しいんですかね。遠隔ってありますか松浦さん。あるといえばあるけど、ほとんどお目にかかるのはすごい難しいレベル。はい、ありがとうございます。はい、8個保留はな。まずね、あったらこんなことしてないですからね。ねこのコーナーにはないです、確実に。このバタバタ具合見ていただきたいんですけど、ね、コーナーには確実にないです。はい、もうスロット打ったら。はい、これで負けたら遠隔口も罰ゲームやね。そうですね。東京デラックス手入れが一番早いぞと言ってますけどね。それは言えてる。起きて破りですね。今って合計何台ってことでね、1、2、3、4、5、6、7、7台。よし、じゃあ、東京デラックス行くか。はい、遠隔ありますって言ったら、あの人ガチギレやぞ。そうですね、長いよ、松浦。ルール無用って言っても、ある程度はルールってあるんだけどな、ルールねえな、と言ってますけどね。ないよ。でしょ、もう、機種関係ない。不思議でしょ。ねえ、はい、打った人みんな罰ゲーム対象。なんでエヴァ打ってるのって言ってますけどね。えマックス縛りなんですかね。マジですかね。松浦、嫁に4万返した。ああ、返してない、まだ。返してない。はい、出玉何発か把握できるんですかって言われてます。なんか喋ります。喋ります。そこは名誉でしょ松浦さん。4人で7台7台笑う。松浦離婚できた。できてない。スタップ細胞ありますか。あります。松浦金返せ。あごめんな。はい、裏物ありますか。音割り声聞きにくいって、ね、東京デラックスデラバカズわからんやんけと言われてますけど、7笑う。あ7台ってことかな。はいはいはい、はい、なんかどの台が何が熱いか全然わからないですよね。エヴァ赤保留来ましたね。はい、来た。赤保留来た。エヴァに赤保留が来ましたね。カメラ持っていきますかそっち。いや一応ちょっとしゃべる準備だけしておきます。しゃべる準備だけ。よしよしよし。エヴァ赤わら。みんなで倒すんや、あの悪魔を。弱そう。でも弱そう。エヴァ赤松浦さんが昨日後打ちした分出玉に換算したら、あ、そうやね。それはエヴァ来た。エヴァ見たい。もう100回打とうぜ。松浦さん暇人ですよね。言葉で細かく説明してくださいエヴァって言われてます、ね、あ今あこれ熱いんじゃない。綾波レイがポカポカする。いかにしレイと仲良くなってほしいと思う。あっ、レイ背景、レイ背景、レイ背景来たよ。全然温度差が分かんない。レイ背景来た。熱いよ、レイ背景来た。いやそんな言うてもね、熱いわけないじゃん。そうそう、エヴァは金でも外れるからそんなね。赤字、これ赤いぞ、赤い。あるよ、これある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 よ。てかすいません、そっち。ああ、カメラ届かないんじゃない。あるよ、あるよ。カメラ無理、カメラ絶対届かないですよ、ね、カメラ無理。あーでも2号機リーチ弱え、2号機リーチ弱え。松浦バカ松浦。あー弱い、これ無理だ。うるさいよ、だいけえ。腹立つわ。うるせえぞ、うるさい。腹立つわ。うるせえ。八個保留忙しいよ。あ、久子さん保留背景来たかって言われてますけど。あ、でも薬物来た。アスカ頑張れ。ヤスカも薬物一応来たね。いやこれ熱いよ、熱いよ。うるさい。熱い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 。視聴者の方、金幕でも外れるからエヴァ。そうですね。何が何か分かってないんですよ、ね、これは勝たなあかんで、ね、木村と言ってますけどね。いや勝ちましょう、みんなのね思いを背負ってますんで私は。はい、言われてますけどね。お、でかい声で音割れしてる。エヴァ後半発展ですね。あぜあぜ、いけるんじゃない。マジバロンさん、はいはい、トラはなんで強いんですかって言われてます。あの猫だからです。あ、ありがとうございます。猫だからね。オッケー、やったーよー。ちょっとエヴァ来たー。撃つんや撃つんや。カメラ無理ですよそっち。あざまーす。あの、シャメ撮ったらいい。あ、シャメ撮ってるからいいですか、はい、ってことはカットイン金なら当たり。うるさいよ、はい、うるせえ、はい、エヴァちょっと見て。薬物何色やったんですか。エヴァ、ごめんなさい、見える、エヴァの方が当たりやすいんですか。エヴァ来ましたね。エヴァ配信しますか。じゃあありがとうございます。
見えへんとこでエヴァ来た失礼や早い大阪のやっとめやっとめどれどれエヴァ映せないあすいませんもうねカメラ届かないですねここじゃあ次何打とうかな北斗打とうかなじゃあおはわりさんここですザバレーやってますけどねカメラ届かないところで打つなよってやってますけど間違いないですねわからんわらまあ我々は自由ですからそうですねもう自由ですね、はい、自由すぎる配信ですんでね、はい台を見るというよりは空気感を楽しんでいただけたらと思います本当にそう、はい、すいません本当に申し訳ないですね、はい、で渡ってるのは歌で分かったもうカオスすぎる社名2人とも上手だねエアエバーって言われてますカオスも超えた聞こえる聞こえるほら聞こえるいや当たってる当たってる聞こえる残酷な天使なせいぜいはいそれでも放送やかで、ね、大きい画面で見せて009見て北斗も打つのかってやってますけどいやとりあえずこの列のやつは全部回していきます、ね、そうですね、はい、あの島1列回してますあ大丈夫聞こえてますって言ってます ありがとうございます、はい、009の権利勝負じゃなかったんかって言ってますけどねもう起きて破りのマックス分回し対決ですね、はい、これは面白い、はい、いやまあ勝てばいいんで ね漫画の卑怯なやつもここまで卑怯じゃないって言ってますけどおもろいよ残り25分東大阪のバロンは結局当たりなしでしたってことで和子さんね今ちょっとバロン木村和子さん頑張ってもらってますんで、はい、松浦さん神話になってモーターって言われてます頑張ろうなんて最高、次当たったら天城氏をかけてくださいって、ね、了解です、はい、ただ皆さん聞こえないでしょそれちょっと聞こえにくいです今どういう体勢で打ってるかみたいいやもうなんかどうしようこれ一台あれですか通路カメラみたいにしちゃダメですか？あ、いいよ。いいですか？はい。今何台回してるのってことで、刑事3台、ガロが2台、エヴァが2台で、じゃあエヴァ何台打ってるんですか？エヴァ3台。3台。いや、これカオス放送。見えてんのかな？見えてますか？見えてます？見えてます？いけてます？はい、大丈夫ですね。はい。わらわら。言われてますね。どうですか？大丈夫ですか？あ、音は聞こえる。いやー、これはひどい。木村何やってんねん。って言われてますね。ガロ回してますかね。あ、ライン作業かなって言われてますけどね。ちょっとしたトレーニング状態。キムさんリズムにくっそうもの、忙しい。あ、また来ましたね、カズコさん。よいしょ。これ、みんなもう絶対忙しい。大変これ。いやもうや痩せる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 のハンプ君の何を踊ってんのフォアリズムかあ右肘見て左肘見てとかいう芸人の人って言われてますくっそもろい笑える事務作業自由って何なんだよいいもんじゃないいやもう保留しか見えない、ね、シュールすぎるで何なのこの配信って言われてますけど俺の目には保留しか映ってない、自由すぎる配信ですね水曜日エヴァどこってことでエヴァ一番奥ですね払いてはいモイちゃんどう思うんかなーって言われてますけどねだからもう誰とかそういうのもいいでしょもうとりあえず当てようともう疲れますもう疲れてきたエアロビ、まあ、夜中に面白すぎるあ好きです水曜日ありがとうございますスタイリッシュじゃなさすぎるいやーねーちょっと悪役っぽいですけどこれを2時間やってるのか2時間こればっかりじゃないですけどねまあでも確実に良くはないですよねそうですねガラス外したら木村こっち向いてって言われてますよ、ね、どっち、これどれあこれですとりあえずこの光景店長に見せようとか店長見てるんじゃないですかあ、エヴァ当たってますエヴァ今まだなんか音鳴ってますけどえどれなんか鳴ってませんでした鳴ってるあれ俺の知らないところで当たったりする当たってないねあれなんかガロが熱いぞ2時間次これやって右上見たら寄ってきたあ動いてるからこれなんやこれガロこれなんや自由超えたなってここまで被ってたらいっそのことすがすがしい今宵一番面白い生放送がここにあるネタバレ負けてもまっちゃん納得しないだろうなもうちょっと前やれすごいなガロ必死よーし右上必死すぎてお腹痛いこれ初見の人 PC そっとじやろうってことですよね、初見の方ねこの放送は水曜日に限りましてはね自由すぎる配信となっておりますので、はいいやもう、はい、視聴者様っていうかもう仲間ですよねここまで来たらそうですねもう一体感でねはい、はいはい、我々とあなたは同じ気持ちですはい確定音にしない、はい、稼働がしてるね白いねだがしかし当たらない店長見てるかなエヴァも立ち打ちかとかそうですね斬新な立ち打ちですけどね
店長助けて、はい、まさか手入れ神経アシュラマンが見られるとは。アシュラマンこれがいいんだよ、かっこ隠しってことですね。店長助けて、頑張れ水曜日打倒まっちゃーんってことでね。くそー頑張ろう。ここで原始に戻れが聞きたいよね。間に合ったこんばんは。このダンス痩せますねーって言ってますけどね。いやこれは痩せる、痩せる、これは DVD 痩せば売れる、そして反復でね、しんどいこれ。いいですねこれ、エアロビみたい。エヴァはどこ、ね、一番奥ですね。もっと足上げようってなってます。全然、まあ、関係なく水曜の勝ち。まっちゃん どう思うんかな。これ萌ちゃんこんな彼氏でいいの、真顔。このダンスは痩せますねってなってますね。来週初めからこれやろう爆笑ってなってますね面白い。ガルノの主題歌とリズム合ってる。エヴァ次当たったら一発告知にしなよってやってますけどね。了解。キセルの裏ボタン分かりますかってやってますけど、キセルの裏ボタン私はキセルが鳴るタイミングの3回しか分からないですね。松浦当たってんだから座ればいいじゃんってやってますけどね。いや1台だけじゃ勝てないでしょ。ああ全部回す。そう、それラウンド中回すの大変なんじゃないですか。いや大変ですよ。はい、木村よ原始に戻れってやってますけどね。このエクササイズは何て言うんですかって言われてますけど、早く当たってほしいガロの舞早く当たってほしいガロの舞、はい、まっちゃんラストネームは美味しい。本当にエヴァ音しか聞こえないって言われてますけど、申し訳ない、はい、しんどいって言われてもこの動作やることないからわからんって言われてますけど、ね、やってみたらいい、家でそうですね、まっちゃん電話しようって言われて、はい、やり方は簡単です。あと17分やで、松浦さん止め打ちしないよ、わら。パチンコ政権付けエクササイズ、マイナンダー、次回予告。右上足浮いてて面白い。この調子でも負けそうっていうのが笑いを誘うと言ってますね。意識が遠のいてきた。あ、甘い甘手汁で手入れした方がいいんじゃないと言ってますけどね。いやしてもしゃあないでしょ。ねえ出玉がね、エヴァあと何回転ですかと言ってますよ。42回です。こういう単純な作業が意外と辛いよな、辛いって言われてますけど、はい、もはや見てる皆さんもこれを作業と認識し始めましたね。そうですね、はい、明日やりに行くので扉開けといてって言われてますよね。じゃあ言っときますよ、辛いですよ。ちょっとしんどそうですねこれ。結構辛いですよこれ。ケイジとエヴァとガロの BGM が不協和音、喧嘩してるって言われてますけどね。すいませんね、まっちゃん今向かってますね、間に合うかな。しかも木村の動きがマジでカオスすぎるって言われてますよね。ね、木村今どんな気持ちって言ってますよ。いや辛いですよ、辛い、しんどい、はい、言われてますね。ドラえもん店長明日木村殴っといてって言ってますけどね。なんかルフラー流れてますけど、あれこれボリュームの調整どうやってやるんだっけ。これこそ番組の鏡や、さっきよりスピード遅いぞ。キムキム見てたら工場のバイト思い出すわって言ってますね。はい、早く遠隔しろって言ってますけどね。いやーなかなか、エヴァは当たってるんですかね。エヴァ当たってるけどやばい、あ終わりそう、終わりそう、追い出し半端ないね。2015年になってこんな映像見るなんて、もっと見せてくれって言われてますけどね。この風景をまっちゃんに見せたい。ああ木村さん北斗も行こうって言われてますけどね。金スヤ、金フスマ、あ金フスマ来てました。あ来てましたよこっち。あなるほど、今金、金ですね。おルフラン来たか、左下熱いって言われてますね。左下ってなんでルフランやねんって言われてますよ。えいや特に理由はないです、ボリューム調整ショートしてルフランになっちゃった。お、あ、また和子さんね、保留、赤保留来てますね。来た、そう、もう当ててくれ、これもう拾ってくれ、みんなみんな騒がしい。あーキーフスマゴミだよ、ケージ来たか、ガラス、ガラス、ガラス、扉が邪魔、ガラス用意、木村休むなって言われてます、ね、ガラス、ガラス、ガラス、はあ、どうですかね。バロン木村和子さんの台ちょっと熱い。あ、カフスマキセールがない、扉邪魔でケージ見えない言われてますけどね。枠で見えへん、ドア枠が邪魔やと言われてますけどね。扉がかぶってる、カメラ動かしますか。どうした、どうした、放送事故、腰痛い、放送事故が、足痛い、腰痛い、パチンコでこんな疲れるもんやったんですね。あ、カブトさん大丈夫ですね、それで、はい、OK です。あーしんどい、結構リーチ弱いですよね。そうですね、こっちがやばい、腰がやばい。ワクワクさん、木村休んだら負けるぞ、松浦さん終わるって言ってます。やばい、あと16回、入金が邪魔、5分ごとに1台ずつ増やしていこうって言ってます。終わった、扉かぶってた、なんだこの状況、もうドア枠も外そうって言ってます。それはね、大変ですけどもね。
右上はポール巻きの練習ですかって言われてます、まあ、もうわけわからん。なんか真面目に打ったまっちゃんかわいそう。松浦さん駆け抜けか満身創痍。木村3台回せって言われてますよ。3台はい行きますか。もう背に腹は変えられないね。誰こそガラス外したらいいのにってね言われてますけど、事故どころじゃない。わけがわからないよ。何時いつまでやるのって言われてますけどね、一応2時までの予定になっております。行くんか、わけがわからないよ。背に腹はわらわら3台って言われてますね。反復横跳びみたいになってますけどね。真面目がバカを見るとはまさにこのこと。3代目じゃね、増えた。あーこれはしんどい。これは保留がなくなっていくよ。2時20分まで配信。なんかベルトコンベアの工場やるんだ。これ隣より前後で手入れした方が良かった。もう諦めーや。木村さん明日早番ですかって言われてますよね。おもろい。明日も分からん。やばい。もうホールでキムキム直視できない。絶対笑う。わけがわからない。これは3時まで延長する価値ある。わけがわからない。木村4台行こう。わけがわからない。赤ホルや。おお。だろ？来た。来た。赤ホルや。持っていきますかカメラ。GALRO って流れてる。GALRO。だろ。投げ。ああ。これ。受けてんのかな。ああ。赤ホル赤ホル。赤保留でみんなだ。ボタンを連打しろって言ってますけど、あ、これ激アツですね。ガロー保留、ガロー保留。じゃあこれ1個ガロー押しときます。はい、 ST 抜けちゃいました。エヴァ単発終了ってことですか。そうです。何発でした。見てなかった。見てなかったけど何ラウンドやったんですか。ラウンドどれくらいだったんだろう。ガロホリューじゃないか。ガロホリューあるでないで、ね、見てなかった。エヴァ何やってんだって。あ、じゃあ松田さん、松田さん、はい、こっち来ていただいて、はい、ガロ打ってください。ガロガロ松浦こら540くらいやでと言ってますよ。540、はい、ガロアッスーと言ってますよ。ガロホリューまだ当たってないでしょ。あ、頭出てくいますかね。お、来た。来る、プープー言います。あれ、あ、来た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 。あー来たー。いやもう遅くにすいません。猫ちゃん猫ちゃん。バロン木村登場。お前や、来た来た。いやーいやーいやー、反復横跳び。やはり効果はあるんですね。当たりましたね。カズコさん当たりました。ガラス、え、なんで当たったんですか。突然当たりですか。ガラス、ガラス大変。頭頭で、ね、ガロン頭ケージ来たーで、ね、いやガロン、これリーチ長いんでこの間もったいないんでちょっとエヴァ回しとこう。あ、じゃあその間に僕ガラスやっときますね、はい、あ、そうですね。わちゃわちゃやる。やっと笑う。状況詳しくやったね。やりました。あ、すごい、おめでとうございます。その間ガロしか見てなかった。手前にも分かりません。ケージ投げがあった。本当分かんなかった。誰でもいいか状況教えてくれ。頭しか見えへん。なんだこの配信くっそで。あ、木村さんがねちょっとガラス今わけが分からん。ケージ見えない。頭邪魔。何も見えない。はい、あの我慢背中しか見えへん。木村一台じゃ足りない。赤かよ。スタジオ倒せ。白シャツしか見えへん。配信カオスひでえ。すいません、ちょっとガラス今はめてるんでね、申し訳ないです。勝てるんだ、枯れるんだ、まっちゃい勝てるんだ。すげえ、背中邪魔。やったぜ、いきます。レイゴー、レイゴー、おさー、あざまーす。いけいけ、オッケー。いやー、マジで君たち一体何してるのかね。めちゃくちゃですよ。いや、やったな。いやこっちが聞きたいですね。ガロー、フーって顔すぎる。なんかこの放送面白いって言われてますけどね。いやー、ありがたい。こうか、やばい、カオスフィーバー。ガロー、ガローって言ってます。ガローって言ってます。よし、じゃあみんな、ここから好きなように好きなように打つんや。木村さんどうするの。僕、ちょっと休みますわ。休む。ちょっと休憩しますんで。休む。はい。いや、ケースとガロー当たってますからね。そうですね、カオスフィーバー。これは来ますよ。来てもらっていいですか。頭が、はい、すいません、はい、ちょっとしんどいと思いますけど。はい、気泡なっとるぞ。何をしているのか説明を詳しく。いやちょっとそれがね、もうよくわかんないっす。それが今一番難しいですね。ケージかぶりすぎ、はい、ST、はい、好きなように、
でも時間がもうさ、木村、北斗、北斗って言われてますよ。北斗、やじゃあ北斗行こう。左上普通に打ってる人が映ってる。北斗行くぞ。北斗電源が落ちてるんでしょ。あ、でもあの主電源多分こっち側だね。あ、行けます。多分これ行けますよ。木村さん水分補給、ここから本番。いやでもね、視聴者の方が見てるのに休んでられないでしょ。だから北斗が一番早いって、ね、これでギクと北斗回ってたらレジェンド配信。よし、みんなアドレナリンで過ぎや。レジェンド目指していこうぜ。頑張ろう。最初から好きな野球打ってるから行こう。向こう側へ。焦れて終わり勝ちなの。木村疲れたやろ、足つぼしを。北斗行く、現場と配信の温度差って言われてます。よしよし行くぞ。なんかめっちゃやってくれて感謝やなって言われてますね。ここまでカストの方向かっこいいよ木村。刑事見えんじゃん。よし行くぞ行くぞ。おー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 。いやでも北斗オッケー。 SD ゲット。 SD ゲット。どうしようかな、どうしようかな。あ、やばい、扉が開いていますが、うるさい。あ、ちょうど真ん中か。ありがとうございます。 この北斗の木村を拒絶するアナウンスが半端ないですね。行きがけね、これで見えますかね、皆さんね。大丈夫ですか。ちょっとバタバタしてるんですいません。行けるかな。あのバタバタしてますが、トラブルではございません。平常運転です。はい、和子さん、じゃあ、左に映ってもらっていいですかね。あのこっちにカメラしてるんで。そうですね、はい、はい、そんな感じでお願いします。はい。扉うるさい。あ、扉うるさいね、やっぱりね。いやー北斗ちょっとあれやね。回せ回せーって言われて、うるさいよ。あ、よし、エヴァも回しちゃおう。いや、これは事故やで。エヴァも回しちゃおうじゃん。何とか言うの。ありがとうございます。オーケーオーケー。 ST ゲットー。バツーラ、お前どんだけ出たの。バロン、ケージとエヴァとガラ出たよ。バツーラ、あー、まあ、まっちゃん、バロン、って言われてますけど、ね、オッケー、勝ったな。13分でまくれるか。左下、右下どうなの。間違いなく神回転、すげえ。行こうぜ行こうぜ。全部当てよ全部。マイさん大変だ。全部当てよ。左下、全部当てよ。全部当てようぜ。全部当てよ。どうあがいても負けるやろ。言われてますけど、ね。いやー俺大変ですねこれ。ちょっと一回みんな座ろうってやつ。いやでもね。店長早く。店長変な、なんか変なことになってるよってね言われてますけど。オカルト店長怒らないで、すごい放送。誰も状況が分かってない。いやでも僕はねもうね。足がちぎれてもやりますよ。お、頑張ろう。はい、そうですね、入銀ロゴかっこいい。結局何発出たのって言われてますけど、やっぱエヴァのラウンドが大当たり1回で何発ぐらいなんですかね。やっぱ570じゃないとかさっきコメント来ましたけどね。これですね。じゃあガローは大きいでしょう、連チャンしたら。ガロー今ちょうど1箱パンパン出たぐらいですけど。画面表示でないんですか。画面表示がね出てないですね。なんでガロ打ったんや。いやでもたくさんってことでしょ。たくさん完全にテンションがおかしい。540、ありがとうございます。はい、540。あと5分ドラちゃん。大きな幼稚園児たちのお遊戯会会場から。そうですね、言われてます。女の人鼻炎かなんかちょっと風邪気味ですね。はい、今さんうまくまとめてる、ありがとうございます。あがいた結果負けしさん、忙しすぎて見てる方が疲れるわ、わらわら。木村コール最後にやるよ。最初の60回転が面白いガロ。ガロは約2000発とやってますけどね。2000発アホや、褒め事で。もう全部の台に入れたらいいやんって私。今でもそういう状況になりつつ。そうですね、サブ MC がネギ玉だったらさばききれてなかったなりつつあります。マイメイは何打ってるのと刑事横で打ってますけどね。これどうなんすかね、今何台打ってるんすか。いっぱい打ってます。いっぱい打ってもわかんない。マックスは手入れしないと当たらないネガキャン番組やなって、ね、変な薬してそうなテンション。もう貸すためには手段選ばんって感じですかね。はい、扉邪魔ね。前ビタミン C 取ってね、ありがとうございます、ね、気をつけます。警報配信前延長。いっぱい打ってます、いっぱい打ってます。いやー刑事ちょっと当てたいですね。そうですね、ちょっと保留が変わらないですね。扉警報、提督がすごい。 ST スルーしそう。残り10分報告出そうと思ったけど2時からだった。もう終わってるよねってこと。いや2時からでも出していただいて構いませんよ、ありがとうございます。信頼とかじゃなくてネタで手入れするんやったら別にいいよ。片付けの準備始めた方がいいよ。そうですね、昨日と一緒なら2時半までやで。はい、ありがとうございます。前もかわいい、ありがとうございます。よし、北
とはどうですか、まだあまり何も変わらない感じですか。手入れの方が今安定してきまして、手入れの方が安定してる、はい、いやすごいフォームがね安定してますね、はいはい、ただ今のところ保留でいうと黄色、これがメインですかね。なるほど、はい、ケージの扉が出てて、年末ギガロで 3万発オーバーいただいた。あーすごい、ガロ止まっとる、画面より木村とマスーラが入れてる様子みたい。ガロ止まってるよ、止まってる、え、カメラ固まってるってことですか。マジで、あ、ちょっとわかんない、ちょっと待ってくださいね。いや、ガロ動いてますね、大丈夫ですね、はいはい、あーニュー、あー、ケージの扉ね、これどうにかならねえのかな、これでも無理、いけた、いけた、扉ね、あ、ちょっと反射しますけど、おー、うるせえ、大丈夫、よし、こんな感じでいけますか、はい、大丈夫ですかね、大丈夫ですか。あとちょっとや、みんな、あー、やばい、ケージ終わりそう、あはケージやばい、ケージやばい、ケージやばい、ケージ終わりそう、ケージ終わりそう、あ、でもケージ終わってもガロがある、そうそう、ガロがね、あ、ケージ抜けるんじゃないか、駆け抜けそう、俺呼んでたらエヴァで3万発出したのに、来てくださいよ、広告ありがとうございます、何を推奨する配信で、よし、いけ、手入れの安定、木村ファイト、マジで30分延長してくださいお願いしますって言われてますけどね、安定の手入れ、木村で頑張ってるとこみたい、甲骨でね、ありがとうございます、通る内は走らないでください、マスラさん、これ後から見直すと後悔するよって言ってますけどね、もういっそはーですね、回した方がよかった、違うよ、打ち始めたのは12時6分だから、2時間だったら2時6分だよって言ってますね、まあそれもね、マッチが決めたルールですからね、はい、あー、ガロ終わった、あー、ケージ終わりましたね、952回、あ、952玉、何やってんだよ、終わっちゃった、何やってんだよ、カズコ今全部で何発って言ってますけど、木村さんが5000、5000の、まあ僕と、はい、あれでさ、メスバロン合わせて7000発、7000発、そのケージの単発で、7900、まあ、エヴァ入れて8200ぐらい、まあ、やから750で9000発ですね、9000発ガロ、ガロですね、あとは、はい、9000発プラスガロです、はい、ガロ、ガロがね、頑張っていただかないと、はい、ガロで今、1箱2000発ぐらいは出てるんで、あ、じゃあ1万1000発、はい、ぐらい、他の台入れずに当たってるガロに集中して、出た歌舞伎っぽい人、延長、まあ、今度暴走中、こいつめ642、あ、ガロも駆け抜けそうと言ってますよ、日曜日も負けてね、カズコ持ってない、3444、5400、ガロ当たんねえな、エヴァ抜け、ケージ抜け、ガロ、てんてんてん、ガロも駆け抜けそう、あ、ここがありがとうございます、9000発ガロ、本社の上の人に怒られるんちゃう、ね、木村瀬だって、あ、正規マッチャレンジ、ルールないなら2時間とか言わないで、まっちゃんの記録を落とすまで打ったらいいねって言われてますよ、ざっくりしすぎ、これもおまけって、どうしよう、甲骨、甲骨吹きだこれ、全然たら甲骨、甲骨って言われてますけど、はい、あ、じゃあまあ、でも視聴者の皆さんが、はい、何やっても勝てばいいっておっしゃってくれるんやったら、はい、俺も喜んでそれしますけどね、なるほどね、はい、まあもうこのね、悲惨な状況がもうこれで知り付け OK、ありがとうございます、もう終わり、ガロ行けって言われてますけどね、2時、おーって言われてますけど、あ、とりあえず北斗4ラウンドあたりは引きました、お、おめでとうございます、さあ、確変かどうか、ここから弾幕はもうどうなるか、木村一度朝までやる、いや、もうバロンが罰ゲームでいい、もう行けるとこまで行こうよ、もうチロン勝てばいいよ、プチューン当たるんじゃない、勝つまでやってって言われてますけどね、もう勝つまでやれよ、勝つまでやろう、俺はバロンが負けるとこが見たい、26分になったらみんな1ラインに戻れって言ってますけどね、え、早いな、お疲れ、人として負けとるかなって言ってますけどね、あ、また46人、え、ガロやばいっすか、ガロやばい、あと75回、まあ、通路もバスゲームしてるしかな、人として負けてる、こんだけズルなら、もはや打たずに出たって言い張るだけでいいんじゃないってやってますけどね、いや、それはできない、もう勝つまで打ったら、はい、焦りました、奥と剣王ボーナス、諦めたら試合終了、剣王ボーナス、はい、4ラウンドですんで大体どれぐらいですかね、あー、でも4ラウンド引いた後に、はい、剣王ボーナスで500ぐらいですかね、そうですね、人間性疑う笑い、言われてます、北斗映せる、北斗もちょっとね、遠いんですよね、勝つまでだったら回転までやな、人間設定やばい、来るかガオっぽい人、ルールなんてない、ズルじゃない、伝説ってね、言われてますけど、よしよしよし、もう出たって言い張ればいい、もう打たずに10万円分交換したらいいやんってね、言われてますけど、安西先生も応援してます、思い切りやってまっちゃん抜かす扉の存在感、
松浦さんどうします、北斗打ちます、いっていいですか、はい、ガロンお願いしますか、じゃあ、はい、なんか結局刑事目立たない結果になったね、よし行きましょう、刑事のカメラ1台持っていく、今から来た人用に木村もう一回反復横跳び見してと言われてますよ、いやまあでも今回まだあの北斗と刑事、北斗とあれですね、ガロがあるんで、はいはい、はい、見てることも飽きずに済むんじゃないかな、なるほど、出てますかね、松浦当てる、はい、ガロあかんなで、あの北斗の方映ってないんですけど、はい、あの松浦さんがまたあの証拠の写メがね、証拠の写メ来ると思うんで、はい、不正はないようにしようかなと、もうなんか4人で打って8台回してるって1人で戦ってる人間にすることじゃないって言ってますけどね、いやでもみんなで戦う方が価値があるでしょ、なるほど、はい、絆ですかね、はい、松浦引き弱やの、玉入れながらアタッカーにオーバー入賞しまくれ、玉入れた箱だけ積み足しとけばいいやんってね言われてますけど、ガロやばい、松浦は機能運使いすぎた、もう期待値でやればね言われてますけど、人として負けても勝負に勝たなければならない、それが木村だ、頑張れ、いいことを言ってもこれだからな、よし、不正って言ったら前代が全部不正ないない、木村と松浦の妙な連携、台の掛け持ちはいけません、ありがとうございます、もうキムキム罰ゲームだからねと言われてますけどね、確かに主人公は仲間引き連れていくけど敵は一人だったりするもんねとか、そうでしょ、はい、いいこと言ってるんだけどこの状況を見てるとわらわらと言ってますけどね、いやガロどうですか、まだもうちょっとありますか、ガロあと40回ちょっと厳しいですね、やばい、ここまでやっても負けるのがいいんじゃないか、もう直接アタッカーに球を投入しろと言われてますけどね、できたらいいですよね、そうですね、それしてもね、ぴったりか1個多いかぐらいにパターンしまっちゃうんで、そうですね、入らないんですよね、木村これ回転コース、人としての意地でござると言われてますね、ガロさん人やったんですか、ね店長目こすってんぞ、あと3分やぞーとやってますんでね、あと3分、いやでも諦めなければいける、ねえ、こんなことやったら他の曜日は大バ他の曜日は大バッシングなんやろうけど水曜日でよかった、はい、木村いい加減チョコマンやれやってね言われてます、おかず店長助けて、店長いてんのかな、カズコ頑張って今のうちにカズコ頑張ってカズコ頼む今のうちに頼むなんとかしてはい、カズコ ST 抜けましたからね、明日のお客さんなんだか前日の履歴がおかしいって言われてます、チョコマンって何、まだだまだ終わらせない、よーしいけいけ、いやーガロガロワンチャンありますよ、ワンチャン、いやでもここで当たればあと15回転こんな生活いつまで続くの、諦めなければいける名言きたーって言われてますね、あと10回転あと10回、やばい、ガロ終わったな、ガロっぽい人って言われてますねST 続かないで、立ちながら打ってる人初めて見ました、いけー、これで大データ大丈夫、わちゃわちゃになってそうですねって言われてます、多分大丈夫ですね、チョコマンは全ての元祖であり宇宙の真理と言われてますね、間違いない、はい、ガロ頑張れ、君ら朝まで説教コースじゃない、明後日の家族帰ってもいいよって言ってますね、ガロ保留変化少なすぎる、負けではない、何事も勝ちの途中なので、くそお、木村金色になれよと言われてますけど、あーやばい、あ残り1分終わってしまった、終わっちゃった、さあまあ抜けたなんてことだ、あーやばい、こっちも終わりそう、あー駆け抜けた、畜生でね、ざまガロ反復スタート、もう持ちマン連れてこいよ、でもいややべえやべえ、こんだけやって負けって、うわ終了ってなってますね、終了終了か、そうか、あれ北斗はもうあれですか、あー終わってしまいました、剣王ステージ、あーやばい、あー終了や、もう木村次だ次ってやってますけどね3機種 ST する、終わってしまった、ザヒングラヨのオス1打法で一発、うわ終了、あれ冷静に考えるとエヴァ、ケージ、ガロの3連続 ST 単発って言われてますけど、これやばいですね、ネガキャン放送になりますね、全スルー、木村の人生も終わる、延長戦申し込む、木村お小水リーチみたいにアイスバケツやれって言われてますね、安西先生もう諦めたら何かひどい放送みたいな気がする、タイミングよく終わったね、4機種スルーって言われてますけどね、いやー明日朝一行けばいきなりレンジャーする台が3台ありそうで、じゃあぜひ鶴見て遊びに来てください。
今なんかエヴァの音聞こえてるんですけど、誰かエヴァやってます？俺がまだ諦めてないぞ。俺は諦めてないよし終わろうか、最終了。この放送のおかげでおとなしく貯金した方が建設的だと分かりました。まっちゃんおめでとうと。いやでもまだね、そうそうそう、出るまで言ったら分かんないからね。ああ、まだだ、まだ終わらんよって言ってる人いますからね。なんか運がないって、ちゃんと ST 入ってスルーしてるってこと。何が運がないって言ったら終了。エヴァ歌ってるって言ってますけど、俺は松浦往生際悪い。土下座であと10分伸ばしますか。土下座で、あ、結局何時までやるのと言ってますけどね。あ、2時までです。2時、もう2時過ぎてますけど、インチキしても勝てないのか。とりあえずまた本社から怒られるぞ。まっちゃん、はい、おめでとう。松浦さんの目にはまだ闘志が残ってたのかと言ってますね。もう終わり。木村土下座30分 OK と言ってます。じゃあ終わりましょう。終わる、はい、土下座しない方向で、はい、終わりましょう。裸ネクタイで土下座したら15分延長していいよ、はい、あと10分待ってやる。これ本社から怒られちゃうのと言われてますけどね。どうですかね。まあどうなんですかね。はい、会はまだ12時ですよ。あ、会時間ね。いやもう無理っしょ。まっちゃん来たと言われてますけどね。まっちゃん来てないのかな。受け取り30分でしょ。木村どうなっても知らないぞと言われてますけどね。まあまあ怒られたとしても、あの明日明後日の木村が怒られるだけですからね。明日明後日の木村は、はい、松浦早く結局下手れたな。よし、ラムクリ放送やなと言われてますけどね。じゃあ終わりますか。帰ろうか。ああ、カナダはまだ昼ですよ。水曜日だから大丈夫。とりあえず店長呼んでこようかって言ってますけどね。松浦さんまだ黙々と入れてますけどね。そうです。松浦さんの最後の粘りに期待しましょう。そうですね。松浦さんはね、多分まっちゃんさんのねチョコ漫画見たいから。はい、木村ナイスファイト。負け、松浦はよこい。いやでもね、はい、出玉で言ったらね、はい、あ、出玉で言ったらわからない。出玉で言ったら16パーあるんですよ。あー、なるほど。これ何放送。あー、ほんとだ、なんかたくさん出てますね。そうでしょ、そんなに出てると思わなかった。いや、こう出てるんですよ。いや、ヨウさん出てますね、ほら。誰ですか、こんなに連チャンさせた人。まあ、連チャンっていうか、アタッカー手入れ事件が結構ありましたね。あ、そうですか。はい、皆さん真似しないでください。これ買ったでしょ。あ、買ってる。あ、よ、ね、結構積んでますけどもね。これは買ったやろ。これちょっと一回ケースしてみます。あ、ケースしたい。真似できない、足りない気がするねって言われてますね。すげえ、本当にこんなに出たのって言われてますね。真似できない。いや、あの出たのは出たんですよ。なるほど、はい、今日一番の収穫、松浦が寝返ったこと。これも新しい打ち方です。オーバー入賞で得た球達、マイフの共犯だから忘れないので、ね、水曜の勝ちやんか、ね、松浦戻ってこい、はい、これ店長見たら激おこやぞ。あ、当てたらイの種類は買ったねと言われますけどね。そうですね。てかさ、終わらへんのか。木村いい加減にしなさい。ケースしていいのか。昨日18ぐらい出てなかったっけ、ね、言われてますけど。もういいよ松浦、松浦手入れ楽しいだけやろと言われてますよ。もういい、もう終わりなの。4人全員連帯責任で罰ゲーム。一部はもともとあった球じゃないの。いやいや、全部入れた球ですよ。オーバー優勝でも出玉は出玉って言われてます、はい。まあ、オール手入れで頑張りましたんで、ね、そうですね、はい、係数してもいいけどトラブルになりそうだからその場でちぎって捨てて、ね、そうですね。マリコさん、お子さんが不正行為を行ってますよってね言われてます。じゃあちょっと一回数えてみますか。数えてみますか。数えてみましょうか。今気づいたけどエヴァ全部開いてないかって言ってますよ。全部開いてる。全部入れた。てかさ、東大阪のバロン止めてやれよって言ってます。必死でやってますけどね。あ、係数機への手入れは超激アツ。1万回手入れしたら3万発なるよ。時間ぐらい守る。へそに手入れしてるからそら増えるよね。あ、あかん。もう電源切れてる。あ、あかんやつですね、それ。あー、まあ、松浦さんどうしますか。じゃあとりあえずエンディング。エンディングですか。終わりますか。はい、はい、木村検証円になるやんって言ってますけどね。いや、ちょっとね、カメラで映ってないですけど、僕さっきの手入れの、はい、あれでね、はい、怪我してますから。あ、怪我してだろうね。負傷、名誉の負傷というか、はい、アンケ行こうか。松浦しつこいぜ。和子さんもういいよ、お疲れって言ってますね。じゃあ上がるぞ。手で数えていこうかって言ってますね。ああ、終了終了終了。松浦やべえって言われてますけどね。
家族も地味にずっと打ってるやんって言ってますけどね。いやとりあえず勝利宣言すればええんやでって言ってます。松浦さん頑張ったよ。木村へ目視で数える、手洗ってきてって言ってます。いや目視っていうか2万4000発ですよね。はいはい、多分勝ってるんですよ。あ、勝ってる、そうですね、ここはい出たまではね、はい、打ってますかねでもでもね、これで勝ったっていうのはね、どう思います？いやねえ、はい、ねえ、うん、まあ出玉バトルなんで、うん、別に大当たりの出玉でっていうのは言ってなかったんで、うん、それで言ったら勝てるんですよ。まあ大当たりの出玉とは言ってないよね、確かに、はい、だから、うん、勝ってるんですよ、うちが。そう でもそれでね、はい、まっちゃんにねチョコマンやってくださいっていうのもどうですか、見てる方皆さんどうですか。僕はそんなことはねちょっと違うかな。あ、違う、うん、じゃあ今日はどうするんですか、負け。いやこのままやから鶴見の勝ちでいいんやったらいいんですけど、はい、ねえ、はいはいこれで勝ったって言ってもね、はい、お前がやれ今さら何言ってんの、はい、そこは誠実なんだ、うん、言われてます。だからね、はい、どうでしょう。じゃあどっちが勝つかアンケート取りますか。いや大当店のね、木村まっちゃん3本勝負と。3本勝負、ああ増えてる勝負が、はい、いやこれでね、僕もあの両手を上げて勝ったぞって言いたいんで。なるほど、はいはい、この球だけで勝ったじゃなくて、はいはい、今日の MVP 木村の反復横跳びって言ってましたけどね。3本勝負3本勝負ですね、はい、じゃあ来週もお3週に続けてってことですか。先に2勝した方が勝ちで先に2勝した方が勝ち、はい、だから今日は鶴見店ですかですか。ゲス顔ちゃんと誰に聞いてるのかよくわかんない誰に聞いてるのかよくわかんない。今日は鶴見店じゃないんですかね。今日は今日はじゃあどっちが勝ったか。あ、じゃあ3本勝負になったら、はい、いいですよ。じゃあまずは大東店が勝っていいですよ、はい、じゃあ今日どっちが勝ったか聞いてみますか。いや今日どっちがじゃなくて、ええ、3本勝負するかしないかで、ね、あ、3本勝負するかしないか、はい、3本勝負するかしないかで決めましょう。まあ、それで今日の結果が変わるわけじゃないですから。なるほど、はい、なんかこれ100-0ぐらいになりそうですけどね。3本勝負してもいいですか。はい、はい、まず次回、いやだからこのまま終わったら鶴見の勝ちになっちゃいますよ。なるほど、はい、はい、じゃあ、アンケートいきたいと思います、はい、3本勝負してもいいですかということで、はい、木村さんのね、はい、おうおう急遽、おこれ映像大丈夫。そうですね、3本勝負、はい、3本勝負しないとこのまま鶴見の勝ちになってもたらね、はいはい、出玉で勝ってるからね。そうですね、うん、これ納得いかへんよね、見てる人もね。はい、はい、どうでしょう大丈夫でしょうかね。じゃあ、カメラ画面が変、ちょっとおかしくなった、はいはいはい、ちょっと待ってね。まあ、でもカメラは別におかしくない。カメラ黒い、ちょっと違うカメラ変えますか。いける、これ何、これ HDMI、 なんかちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね。いやどうなんでしょうね、変えますか。ちょっと待ってね、カメラがおかしくなった、ちょっと待ってくださいね。じゃあアンケート、結果発表みたしたいと思います。はいはいはい、ドン、はい、いいえ 67.4% いいえ 67.4% ということで、はい、3本勝負じゃない方がいいんではないかという。あ、もうガチで、あ、はい、あ、じゃあ意見は半々に割れてるわけですね、ほぼ。いや、はいは 32.6% いいえは 67.4% ということで、はい、だから、はい、半々じゃないですか。あ、半々。猫界では半々。お前らマジかよ。いや僕らは30何パーの皆様を割れてない、無下にするのは違うんかなって、はい、僕思うんですよね。あ、お前算数もできないのか。カメラも木村の負けって言ってるよ。だってこれで終わったら出玉的に負けですからね、勝ちですからね、鶴見の。そうですね、はい、あ、岡田店長、岡田店長、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、ちょっと待ってね、岡田店長、これつけてもらって、はいはい、いや一応ここまでの経緯を説明しますと、大東店との出玉勝負で、今のところ鶴見が勝ってる状態なんですよ。ほうほうほう、はい、それ何を基準に勝ったの、それ出玉の量です。ほうほうほう、量で勝ったんですよ、うんうん、はい、このまま終わりでいいのかなと思って。え、松田さん、ほんまに勝ったんですか。え、店長、ご覧になられてなかったですか。あ、ちょっと見てなかったんですよ。まあ、勝ったっていうな、そうですね、まあ、出玉で勝ちましたよね。台が空いてるってことはそういうことですか。
そうですね。まあね、あの空いてる台向こうにずらっとずらっと空いてますけど、あのずらっと空いてますけど、あの全部開けて手入れして、で何台か当たったんですが、ほとんど ST がこう連チャンせずに、もともとあの打つ用の球をね今日用意してたんですけど、はい、それをこう見せて、あれ？出た、ね、それは全部飲み込まれましたよ。え？ちょっと待って、はい、カメラおかしいぞこれ。あ、来たね、はい、はい、それを見せて、木村さんはこれが出た球だと。ああ、なるほどですね。これね、最初に用意してたんですけども、うんうん、用意してた球を手入れするじゃないですか。あの用意してた球以上に手入れのスピードが速いがために出球の方が多いという奇跡が今起きてるわけですね。大丈夫ですか、あのバッシングされてなかったか。そうですね、4対1で負けです、ね、でアンケートでね、これ今日 どっちの勝ちというか、3本勝負にした方がいいんじゃないかっていうね提案を木村さんがして、はい、大当店 VS するみたいなね。だからあの聞き方が悪かったじゃないですか、はい、え3本勝負にしてもいいですかっていうなんかこちらのお願いみたいな感じでしたけど、はい、多分皆さんは僕が罰ゲームする姿の方が見たいと思うんですよ、はい、だからあのした方がいいんじゃない、今日だったら勝ってしまうから3本勝負しないと今日やったら鶴見の勝ちで終わってしまって、あ、じゃあどっちの罰ゲームを見たいですかにしますか。そうですね、それいいですね、はい、ね、木村さん。そうですね、まあ、視聴者の方が言うんでしたらね、うん、まあ、しゃあないですけど、うん、はい、はい、どっちの罰ゲームが見たいですか、はい、今日2人がかりで回したの。はい、まあいろ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 、はい、まあでもこの東大阪のは全く役に立ちません。はい、はい、じゃあアンケートドン、どっちの罰ゲーム見たいですかということで、1位大東まっちゃん、2位バロン、鶴見バロン木村。ああもうしょうがないな、じゃあ、いやこれで、いやこれで今からですよ、はい、今アンケート、あ、今からですね、はい、出題中ですね、答えていただければと思います。はい、さあ、まあまっちゃんの方が面白そうですからね。どうですかね、22222っていう人がいますけどね。じゃあよろしいですか、結果発表してもいいですかね。はい、はい、では行きたいと思います。ドン、大東抹茶に入れた人の、得票率 16.4%。 いや素晴らしい、鶴見バロン木村に入れた方 83.6% ということで、圧倒的に、バロン木村さんに、やってほしいというね形になりました。あ、じゃあしゃあないね、はい、じゃあ乾杯ということで、なんか用意してるんですかまだ。来週ですね、これ、はい、来週ですか、来週の布石ですね。アイスバケ、多分アイスバケツチャレンジになるんじゃないかな。これなんか来週の放送で決まるんですか、罰ゲーム。来週の火曜日の大東で、正式にね、何やるかっていうのを決めさせていただいて、で翌日の水曜日の放送で木村さんにやっていただけますか。あ、1日でやるんですね、うん、そうですね、そんなインスタントなやつなんですね。そうですね、準備期間はいらないということで、はい、まあ、いいでしょう、いい、はい、いいでしょうね、まあ、勝負ですから、はい。チョコマンって言われてるけど、まだバレンタインデーにはちょっと早いんですけど、そうですね、どうする、まあ、そこは向こうがもう先方の方が、はい、決めたやつに沿いますよ、はい、それは恵方巻きマンとかね、はい、タイミングとしてはその辺かなみたいな気持ち、まあ、ただ私のことですからね、誰か道連れにする可能性もありますけどね、はいはい、それは誰かはちょっと楽しみ、何々マンっていうのは嫌、はい、何々マンっていうのは嫌、いや嫌って言うなら全部嫌。何でも嫌で、嫌って言うなら何でも嫌で、もちマン発案したの君やから、何にもしたくない、はい、ということで、はい、あ、木村よく頑張った、ただやりすぎたって言われますけどね。そうですね、やりすぎた結果、はい、足りなかったっていう結果になりました、ね、そうですね、はい、いやー、ね、あんだけ手入れしてもやっぱり残り20分とかじゃ足らないね、無理だ ねやっぱりね、はい、はい、ということでね、その辺が今日はね、実験映像として皆様にね、貴重な映像をご覧いただいたんじゃないかなと思いますけどね、はい、アンケート、ね、すいません消します、はい、ということで、これ途中まで伝説なのに最後の木村がなとか言われてます、ね、はい、鶴見に加担したらみんな道連れにされるとか言われてますけど ね、はい、はい、恐ろしい感じになってますけども、オカルトデンジャー何か面白お店の方からお知らせとかはないんですか。特にないですね。あ、特にないということですね。はい、わ、ね、かりました。なんかあるから降りてきたのかなと思ったら、そういうわけでもなく。普通に仕事が終わったんで、あ、まだやってると思ってね。そういう最後ぐらい顔出して。あ、そう、最後ぐらいはね。なるほど、なるほど。はい、ということで、ありがとうございました。あ、ゲス過ぎたのが反感かったねとかに言われてますけどね、ありがとうございます。あ、ね、今日もね、たくさん広告打っていただいて、広告効果で115人をね、お客様が出ました。え、ありがとうございます、本当にね。マジですか。ということで、本当にね、毎回、たくさんの方に広告入れていただいてね。はい、告知しとこ、告知ね。何が。告知あるのね。あるよね。あるあるやん。何ですか。
あれ？なんもない。なんもないです。それ見てね、来ていただいて。そうですね。はい。まいまいさんの言う通りね。はい。何かい。東大阪もね。はい、東大阪は何が？はい。あ、東大阪ですか。誰も何も考えてない。誰も何も考えてない。参ったな。来てくださいくらい言えばいい。遊びに来てくださいね、皆さん。はい、ということで、はい、そんな感じでね、お送りさせていただきました。はい、キコのチャンネル水曜鶴見東大阪で自由すぎる配信を。本当にね、自由のお店なんて、ぜひ遊びに来ていただければと思いますのでね。はい、はい、面白いスタッフがたくさん待ってますんでね、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、来週のね、火曜日の大東で罰ゲーム、きっちりね、決めて、はい、水曜日にね、やっていただきたいと思いますので。もう男気見せてやりますよ。ね、ご期待いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今週はこんな感じでお送りさせていただきました。本当にね、最後まで遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、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 さよなら。何でため語なん。いや、ため語なん。ああはい、それで今入ってます。どうですか店長、木村さんのお上際の悪さがね、今日目立ったゲストさがね、はい、あそうですね、まあ、でもいつものことなんでね、そうですね、はい、そうですね、まあ、水曜日らしさは出たかなっていう感じですかね。はい、はい、木村さん先月出て、ま、選手出てましたっけ。選手はお休みでしたね、木村さん。あ、そうでしょ。はい、ね、ニコ生の本社説明会はおったんですよね。面白会社説明会には出ていただいたんですけど、夜の店舗放送の方はお休みだったんです。そうですよね、はい、久しぶりね、今週は出ていただいて。そうです、あ、歯は大丈夫ですかって言ってるんですよね。はい、あのね、歯はね、はい、今のところね、進捗が全然ないんですよ。あ、進捗がない、あ、見えますね。1本綺麗に抜けて、1本ここ綺麗に抜けて、はい、この前歯2本もあの半分嘘本ですからね、今。あ、そうなんですね。あのなんかボンドみたいな、あのね、絵の具みたいなのになんかついてるんですよ。はい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 、綺麗にね、1本歯抜けになってますけど。そうですね、はい。いや、インプラントはね、ちょっと高いんでね、絶対しないですね。やらない、やらないですね。マイク置いてある？どっか。
あのこれちなみにあれですか、あの下ネタとかって話していいんですか、これって下ネタです。あの僕の入院中のね、あの出来事をね、こう、はいはいはい、入院中のこう出来事をね、はい、ちょっと紹介したいですけど、どんな出来事ですか。僕入院してたじゃないですか、はい、事故って入院してたら、はい、あれなんですよ、もう食欲も性欲もなくなるんですよ、はい、で僕体重が65あったんですけど、はい、まあ、歯も完全に上下も閉じてたんで飯も食べれないんですよ、はい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 、その歯の本当に隙間からあの注射でチューってるみたいな、はい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 、で55キロになったんですよね。ああ、もうそれであの飯も食えないんで体重が下がって、そうなんですよ、はい、で、まあ、性欲も全然なかったんですよ、はい、全然なかったんですよね、はい、でね、ただちょっと良くなってきた時に、はい、外出なんか当時みたいな、はいはい、書いたらなんか外出許可みたいな、外出許可みたいな、はい、書いたらオッケーみたいな感じで、はい、久々に家に帰ってこう猫をにゃんに行ったんですよ。はい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 。で、あれそういえば1週間ぐらい何もしてへんけど、これどれぐらい出るのかなと思ってね、はい、あの猫自分でねこうねやったわけですよね。ね、自分でやったわけですよ。はい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 、ね、はい、したらね、はい、尋常じゃないぐらいの量が出てね。知らないよ、なんだ。いつもティッシュ1枚で済んだのが10枚ぐらいこんな溜まってたんやみたいな。ああそうですか。その性欲なかったんですけど、あっこんだけ溜まってたんやみたいな。いや、なんか俺聞いた話では、なんか3日ぐらいで、はい、言ったら、たまたまの中にこう、作られた精子が溜まってくるって言うじゃないですか。はい、で、それをこう出さないと、はい、なんか延々とそこに溜まってて腐るのかなとかと思ってたんですけど、なんかそれがこう体にまた吸収されて、はい、体の中にこう、溶け込む。ああ。なんか3日ぐらいの周期で、だから一番性欲が高まるのは3日周期でみたいな話を俺なんか聞いたことあるんですけど、もうお体で、あ、そうなんですか。もう人を超えた存在としてはもう10日分溜め込んでた。まあそうですね、一週でもその時も、はい、全然性欲なかったんですよ。ただ、はい、気になったのが、はい、1週間我慢してたらどれ、我慢して全くムラムラしいんけど、これどれぐらい出るのかなみたいな、そういう挑戦チャレンジ精神で挑んだんですよ。そしたらね、まさかね、はい、いつもね、5分ぐらいは絶対ね、持つんですけどね。はい、ただね、10秒ぐらいでね、10秒ぐらい、あかんみたいな。10秒ぐらいで逆にティッシュ10枚ぐらい使ったっていうね。あかん、足りへんみたいな。いや、あれはね、すごいね、インパクトありましたね。何の話なんだよ。やべえ、笑う。さすがにこういう話は、レギュラー中にはできへんかなって、ね。そうですね。10秒で10枚ってね、言われてますけどね。で、10秒でね、10秒で10枚焦点しましたね、ほんま。一瞬じゃねえか。生々しい、ジュージューって言われてますけどね。ジュージュートークってことですよね。前々そうですね、ドン引きって言われてますけど、下ネタもいいところだわ、オクラホマ狙ってるの。前々の感想聞きたいって言われてますよ。あれ何番、1番。前々はね、聞こえてないですからね。あ聞こえてた、4番。あはい。いやー、オカルト店長、そんなん言う人やと思ってなかったっすよ。もう早いセクハラだ。でも、はい、ちょっとびっくりした。僕、どうしよう、怒れ。そんな単語出してないですからね。逆に松田さんが精子って言ったのがびっくりしましたから、僕。単語出してないよ。これ、オクラホマですよね。無理あるだろう。それは無理あるだろう。その逃げ方は無理あるだろう。いや聞いてないまあまあそういうねこともあったでね、男なんてみんなそんなもんだよってね言われてますけど、はい、僕入院中いろんなことあったんでね、はい、まだね紹介するあれがあったらね。そうですね、はい、オカルトチャンネル作ったらいいじゃないですか。性欲のね、はいはいはい、入院中の性欲がどうなるか。そうですね、もう性の話をね、3時ぐらいからね、はいはいはい、ぜひ軽く引きましたって言ってますね。またやっていただければと思いますんで。そうですね、多分、はい、最後お疲れ様でしたっていう時に多分マイマイは多分ものすごい冷たい目で僕のことを見るので。そうですね、カスを見るみたいな目で僕のことを見る。クズみたいなね、いやいやね、はい、いう目で見るんじゃないかなと思いますね。はい、はい、松浦抜いてておかしいだおかしいだおかしいだ、そう思うのよね。多分それでも、はい、1週間で多分僕ね多分行っちゃいますよ多分、はい、いやだよ、多分行っちゃいますよ。やだ、知らないよ。だから行っちゃいますよ、多分ね。乗らなくていいよ、そこ。いや、嫌なんですよ。僕、心の中でめっちゃ嫌なんですけど、はい、多分ね、そういうことになっちゃうでしょうね、多分。嫌だよ、行っちゃう、ね、知らないよ、うん、行っちゃうわ。皆さん、ちょっと怒っていいですよ、本当に。コラコラって、ね、言われてますけど。どうしたんですか、酔っ払ってるんですか、今日。ちょっと酔っ払ってるんですよ。はい、まあ、いずれね、話しようと思ってたんですよ。え
あの入院中のね僕のこう、はい、エピソードでけどね衝撃オカルト店長松浦でいけるってほら言われてるいやいやいや言われてるじゃないですか。ただね僕が一番ね引いたのはね、はい、あのウェスカーがお見舞い来てくれたんですよ、はい、お見舞いにお見舞い、はい、お見舞いに来てくれて、はい、で一番最初のお見舞いに来てくれたんですよ、はい、ウェスカーね、はい、来てくれてあ来てくれためっちゃ感動してたんですよ、はい、そしたらあの僕を見つけなり可愛い看護師さんおれへんの一言目言って僕はあの、まあ、冗談で、はい、あいますよって言ったら、はい、どこおるのみたいな感じでめっちゃこう冗談で聞いてもらったと思ったらマジでこの、ね、何目当てなんだよみたいな。そうなんですよ、はい、ね最低ですよね、ま、そうですねまずそこかよそうですね、はい、ウェスカ最低まああのハゲはなナースとワンチャン狙うウェスカって、ね、言われてますけどね。そうなんですよもうほんま言われましたからね全身麻酔の10分前に母親にあの熟女のエロ本バレるとかね。ねあのねネタ、ネタで、ネタでギャグで、お見舞いでもらった熟女エロ本がね。そうなんですよ。あの母親にバレてね。まあ、いろんなことありましたね。微妙な空気になった。微妙な空気になりましたね。ありましたからね。麻酔そうですね。このまま目覚めなくてもいいかなって思って。このままね。若干思いました、ね、恥ずかしいみたいなね。そうですね。恥ずかしかったですね。ねえ、ですよね。はい。そんな感じですけど。はい。はい。ということで、じゃあ、それでは、下で終わっていいですか、今日は。そうですね。はい。まあ、今日、あんま顔出してなかったんでね、はい、ちょっと皆さんにね、最後にね、こう、最後に、はい。爪痕をしっかり残すみたいな。爪痕をそうですね。ね、またオカルトーク期待しますんで。はい、オカルトーク。オカルトーク。はい。多分言ったらね、前々ね、僕のことほんまに期待になりますもんね。いやいやいや、マジで軽蔑してます。マジで、ね、完全に軽蔑してますね、今ね。はい。はいしてますからね。そうね周りの人から僕は地獄に落ちるって言われてますんでね。え、なんてなんて。周りの人から僕は地獄に落ちるって結構言われてますんでね。あ、そうなんですか。そんなえ地獄？地獄にあなたは死んだら絶対地獄に行くよ。落ちるよって言われたら、まあ間違いなく落ちると思う。いやいやいや、そこフォローしてくれないですか。大丈夫だよ店長、もう手遅れだよ。言われてますけど。間違いない。こんなんで締めるのかって言われてますけどね。一応ねこんなあれですけど、貴重な鶴見店の店長ですからねこれね、はい。店の長ですからね本当にね。興味ある方はね、はい、興味ある方ぜひね貴重な鶴見店。はいぜひ。はい、こんな店長がやってる店どんな変な店だろうってね思ってねやってきたらねびっくりします。相当変な店ですからね本当はね、はい、やばいですからね。ぜひ遊んでいただき、はい、地獄にも来んなって言ってますけど、はい、いやそれ俺死体があるんですか、はい、それに ね、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。ホルコに警報出てたってなんか刑事あ警報2回ね変なとこ弾入れたらなんか警報出たんですよ。なんかウィンウィン。あそうなんですか、はい、いや全く見てなかったですね。あホルコ見てなかったってことですかね。あそうですね見てなかったですし、はい、木村さんが手入れしてることも僕知らなかったんで。ああ分かんなかったということでね。なんか今思ったらマイマイがこう詰めるってことは多分マイマイもこれやったってことだなと今思ったら思いますね。ああ私は手入れはしてません。加担してたでしょ。私はしてないけど俺はしました。はいこの人いっぱいやってました。エヴァ8台とエヴァ8台とホクトとガロやってました。どんだけ作ってるんですか。ホクトともう結構やってました。あとねあの言わなかったけど哲也も2台もあの端の哲也2台も、ね、手入れしてたんです。緑保留来たけど外れたんで何も言わなかったんですけど、はい、そんなんでこんなんで頑張ったんですが残念ながら大当店抹茶の記録は抜くことができなかったと、ね、ああそういうことだよね。はい、つみてね罰ゲームやっていく。ああなるほどですね。はい木村さんのね罰ゲームぜひご期待いただければと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はいということで、本当にね最後まで、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来週ぜひね、自由すぎる配信こんな感じで、ひどい放送ね毎週やってますんでぜひ遊びに来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。明日も見てください。さよなら。